えーイこんばんはということでございまして、今日はあれですねもう東京は、えー、今日から急に暖かくなりましてね。もう夏だね。二十、えー、<laughs> 度ということで、はい、ございますから。いきなり世間話か。<今> <laughs> ということでございましてね、はいえー、今日もやってまいりたいと思いますけれども、うんえー、今日はスペシャルゲストですね。 えー、翻訳家の大森のぞみさんをですねお迎えしましてお送りしますよということでございますなぜならば今日は、えー、この三体大特集でございます ね、大森さんはじめ、えー、翻訳されたというこの三体、えー、先に申し上げておきますと私はつんどくでございまして <laughs>、えー、すみません最後まで間に合いませんでした <laughs> <laughs> えっと、ドラマの方はドラマも、えー、ネットフリックス版ももうちょっとです <laughs> <laughs> あとあのユーネクストの方でもちょっと見てみて、はい、<の>テンセント版ですね、はい、中国版,版はい あのそれも途中です。すべて途中ということでやってまいりたいと思います。僕もネットフリックス版以外はすべて途中。途中っていうか始まったばっかり。でもご覧の皆さんもそういう方多いんじゃないかと思う。途中でやめられないとかそういう一切言えない。みんな途中でやめみんもっと早く読んどけって話なんですけど。確買うだけ買ってという方もおられると思うので、まあねあのそそんな皆さんでも。 魅力が伝わる三体魅力を掘って掘って、<laughs> ネッ,ッ普通もう一晩で見るだろう,うじじだ、ね。まああの本当にね一気に見ましたね。うん、あのビンジョーチングでネットワックス版見るとあの読みたくなるんですよ。あそうですね。ねはい、あのそんなところで終わりかよみたいな気持ちすごいなったんでそうですね。だから読もうと思って、ね、今読んでいます。ワナが仕掛けられてワナ <laughs> が <laughs> はい。はい そんなわけでございます金曜8時になりましたのでいつものやつをやってまいりたいと思います。金曜8時はブラックホールということをやっております。やろうと思ってたのに。ありがとうございます。ということでやってまいりますが、とその前にいつものお知らせです。ブラックホールコーナーもございます。DVD& 動画配信データ4月号絶賛発売中でございます。買ってね。 全然誰も知らないわけのわからない映画の話が載ってる今日はのラッコールコーナーね。ね。うな映画、花映画について今月お送りして意味が抽象的すぎるね、テーマ。まあまあ、こんなね、こんなマニアックな雑誌になっているとはみたいな感じでした。ちょっとずつ進捗していこうと思いますけどね。 本当にその本当に誰も見たような橋に乗ってるっていう多分あの中でもなんか編集権が及んでないそうそう完全にブラックホールのとこはね違方変な裏路地みたいなって私の中ではいご好評いただいてますんでぜひ買ってくださいはいそして今週はこれだどンきたはい出ました3段すごい漢字が書いてあるたくさんこれねあのいつもほらイベントとか配信とか見て頂いてる柊さんっていう視聴者の方いらっしゃるんですけども 彼の奥さんが中国人の方なので構成してもらいましたのでこの同じ言い回しが重なるのは変えた方がいいとかいろいろ教えてだいてちゃんとしてる僕このために「寛退寺」のフォントとか落としましたからねいろいろやっております大森さんにもすごい肩書きがんかそう「特撃貨幣」みたいな読めないんですけどスペシャルゲスト特撃貨幣の大森さんをお招きしてお送りしてまいりますよという大森さんと柳下さんはもう 長い付き合い。そうですね。40年ぐらい。40年。まあ、40年ぐらい40年。もう40年ですね。うん。脇あいあいでやっていつ最初に会ったとかよく覚えてないわかんない。京都あ、お前も有名人だったからね。いやいや、その頃から。京都京都ってもう SF 大会って意味ないだよね。SF 大会と。SF フェスティバル。SF フェスティバル。そうですね。 SF の部分を飛ばし言っちゃうっていう。SF ファンの作法なんで。なるほど。SF マガジンはマガジンって。ああ、なるほど。宝石は宝石って。宝石はない。宝石は宝石。宝石は宝石。ほごめんなさい。SF 総宝石っていう雑誌があったから、それは確かに宝石と言いますし。SF アドベンチャーっていう雑誌はアドベンチャー。とかコンテストなかみんなるほど。なるほど。へえ。だから。 まあち言わないっていう。なるほど。今日、今日と今日フェスっていうんですか。今日フェス。確かでも東京だとセミナーっていうね。おいう話でみんなで知り合ったとかってすごい怪しい。怪しい人で。セミナーで知り合った。大学の時でも S.F. セミナーで知り合ったってやっともっと怪しい。もっとダメだ。もな人だ。なるほど。昔ね、あの S.F. 商法とか言われたからね。そういう。 あの怪しい本当に商売の名前に使われたんですよあーなるほどそうだてまさかねそうそうで矢下吉郎が作った会社ですかおかげさまで皆さんの方そこに呼ばれるとかね恐ろしいところに来てしまったそうですとんでもないですよろしくお願いしますという 訳はええと3体やっていきたいんですけどまあまず3体ですよはいこれご覧の皆さんの中にはもしかしたらこれからっていう方もおられるかもしれないまあ3体何しろええ全3部の長編小説大長編そうですね今ここに並んでるやつがそうですねえっと3部作なんだけど日本の翻訳では全5冊になっています第2部が2冊第3部が2はい第三部が二冊はい何しろ売れた そうですね、まだ今、売れ続けていて、すごい、晴らし何0百万部、100万部、ネットフリックスがね、テレビでもコマーシャルをやってくれて、3体を宣伝してくれているので、すごい、ネットフリの配信始まってから、やっぱりすごいまた売れに、やはり売れ方を加速してるみたいですけどね。が いやいで僕はちょっとしかっていうか、印税ちょっとしかもらえない特に第一部はね、す。後から乗っかった人なので、労力の割にあんまり印税率は高くない。な何しろ、知識ゼロとおっしゃってる方もおられるので、何しろ中国を舞台、中心に。 ってことですよねその文化大革命の頃から単を干して原作は完全に中国の話なんでまあのドラマでえっとあっちにイギリスに舞台を移してるんですけどそうだとロンドですねそして宇宙から宇宙から宇宙から電波が飛んできてはい飛んできて大変だ大変だっているんですね 電波波返しちゃうから大変そう電波飛んでくるの前にこっちからいや僕あれだってびっくりしたんですよ買うだけ買っていつか読もうというシリーズでずっと置いてあったんですよねそういえば何の話なんですかこれって山下さんに僕聞いたんですよね宇宙人が攻めてくるんだよいやそうですざっくり三大星人って攻めてくるんだよ <laughs> <laughs> すごいなんかこう難しいものを予想してたんですよね。はいうん 一言で説明できるようなものだ。反対政治に攻めてくるんだよ。四百五十年後に攻めてくるんだよ。ってて言われ三対し、もうかなりネタバレ。もう、名時点であのすごいネタバレしてるっていうね。まあ、しょうがないですけどね。僕もドカンとネタバレ。でも、三対政人っていうと、体が三つある。そういう感じですよ。ということなんでございます。そういう物語ということでございますな。はい。 今日も、ね、お便りをたくさんいただいておりまして、はい、ちょっとまずいきなり原作ファンの方から3体原作しか読んでいません第1部の出だし文学パートに濃厚な歴史ドラマだと思い科学的描写がちんぷんかんぷんで、えー、煙に巻かれ私みたいな知識の乏しい庶民には湿気の高い <laughs> 報道小説だと思ってましたが <laughs> ほらね、はい、第2部の主役の前半の行動が中二病すぎてムカムカ <laughs> この小説を見誤っていたと気づいてからは、格段に読みやすくなりました。うん、そして、国安、えー、森林編が第二部,、ね、部ですね。一番好きです。難解そうな科学・数学描写も、背景の一部として、割り切れば、サクサク読み進められます。ドラマを見て気に入られた方は、ぜひ原作も読んでほしいです。ドラマ版は、期待と不安で見るか迷っています。でも、まだまだ先になるかと思いますが、水滴パートを映像で見られるなら、どんな改編でも支持します。うん ね、別に第1部にも結構ボンクラなシーンをねいろいろ出てくるのですごいこう悪の組織みたいなあのところに何かカンフースーツみたいなの着たなんかあの暗殺者みたいのもうブルース・リーファンとしか思えないような女の子たちが出てきてなんか処刑するとかですね<笑><笑>全くそういう女の子出てくる必要ないのになぜか原作にはそういう子が出てきて。 裏切ったやつというか組織の中のね粛清される人の首をポキッと折るっていう意味みたいなこの「流通信」流通信さん結構天然っていうか割とナチュラルにボンクラなところが見た目通りっていう気もするんですけど。 だからそのギャグですよねとか言ってもいやそんなことはないっていうんですね例えばこれはソフォンっていうトトモコモコと書いてソフォンと読むジーズと読むというすごい3体文明の秘密兵器があるんですけどそれを作るシーンとかもめっちゃゃボンクラじないですかあそこはちょっとまた後で話しますけど僕ネットフリックス様見てて。 すごい果敢に挑んだなと思ったんですけどそういうことじゃねえよなっていう説明からすると映像がの乖離が激しいっていうまあちょっと思いましたよね原作小説版ではもっとボンクラですどもっとボンクラっていうかもっと頭の悪いようなことがきりっくりひっくだっけそのねカズレーザーのギャグかみたいなそれ。 あの二次元に展開して、そこに、あの、いろんな回路を焼き付けて。ああ、その転機を作る、っていうのが、まあ、目的なんですけど。間違えちゃう。失敗しました。二次元になっちゃいましたとか言っいやいやいや。まあ、それ。すごい。二次元になっちゃったしっていうのは、結局、その、なんか。見えるんですよね。一応ね。キラキラ光る。糸のようなものが。糸のようなものが、こう、いっぱい降ってきて。で、それが、その、時間が経つにつれて、その、三体制に、なんか、だんだん、降りてくるらしい。 引っ張られてでそれがこのキラキラ引っ張るのがあるからその悪の狩猟みたいなっていうかそこのあの総帥みたいな人が「はっとうしいんだよこれな」とかいっぱいしか怒るっていうしね何かそのさ三大性のそんな話やろなってい実は結構あるんですよねあるんですけどネットリックス版でもあのテンセント版でもそこは直接はあんまり書いてないあのあのただまあそれが本当に どうなのかどうかわかんないあ、そうですよねその説明で言ってるだけってことですねそ,そうそう、地形時にわかりやすいようにそういうふうなお話にしてるだけかもしれないのでまあそこはあの現地を取られないような形で書いてるんですけど,どでもまあそういう間抜けなシーンがいっぱいあってへー、<も>そうなんですね他のいの次元間違えて一個多く減らしてしまえば2次元が一次元になっちゃった <laughs> すごいよねで、次二回目らいで次元になっちゃうんですよ <laughs> それはあの、そのちょ すいませんでしたね。そんな話じゃないからね。法案 <laughs> <laughs> 始末調ちゃんとしてもらわないとひどいなそれは。まあ、完全にあの戦隊ものの悪の資料に使える間抜けな、うん、ほら中国みたいな,、ね、ないで,、えー、であの地球侵略作戦の完璧なやつを考えましたとか言って大概失敗する。ダメでした。そ,そ,そういうあの間抜けな科学者みたいな科学大臣みたいな。なるほどね。へ、えー、笑えるシーンが多いんです。だからそんなにねすごい高騰。でも真面目なシーンもすごくあって。うん 頭の文学のとこもそうだけど、そのすごいこう。過去パートは特にあの非常に文学的な場面とかもあるので。普通はそういうの一緒にしないんですよ。同じ小説の中の両方書かない。で編集者が入るよね。ああ、それはどっちにしろって。これ入ってるんですよね。あの科学、えっと。多元世界っていう非常に、まあ、中国で一時な、三十万、部とか四十万部とか入れてた、すごい、あの。 素晴らしい S.F. 雑誌に連載されてでしかもそこの名編集長、うんえー、まあ福島正美の中国版みたいなああなるほどですかえまあ中国 S.F. のチみ, <laughs> みたいなすごい編集者が、うん、まああのずっと、えー、連載の時からあの担当してるんですけど。うんうん そこはチ,チェッ女性描写とか、ね、いろいろと<ー>その後あの売れてからはいろんな人がいろんなところに突っ込んでますけど、うん、いやあのそれはあちこちで本森さんも言ってますけど冒頭の文学描写ね、はい、あれはあの連載以上そのままだったけど結構言ってた時はあの。 中盤に持ってこられるとそうなんですあれはね2006年に「加減世界」に連載された時は文革のシーンから始まったんですけどもそれを2008年に単行本で出す時に、えー、っと順番を入れ替えて中盤の回想シーン、まあ、だから転戦の版ではその,その順番になってますけど途中でえー イエベンジの過去についいてて語るっていうパートで、まあ、原作ではあのシ,ャシャルイザンっていう若、あのーまあ、い天文学者が語るんですけど、はいえっと、ドラマ版では本人が、えー「あの頃はね」って言ってそと <laughs> あの過去パートに入っていくっていうやり方をしていてそれは、まあ、どうしてなのか多分2006年当時と2008年当時ちょうどその。 中近平選挙の締め付けがだんだんだだ厳しくなるから別にもともと文革のシーンは文革特にあの球団集会の場面っていうのは、うん、あのなんていうかこんなことは中国で書いていいんじゃんかって思 <laughs> って驚いたっていう人が多いんですけど、うんうん、え文革に関しては基本的にもうあの中国共産党も あれは間違ってたっていう,う認めてるので、うんうん、えっと全然大丈夫っていうはずだったんですよ。<laughs> ね、で連載してる時はもう全然そこから始めて、<あ>もうこれがすべての、うん、文学がすべての元凶で、まあ元々その柳沢君は、はい、えっとあのー 地球文明を滅ぼしてもいいと思うぐらいのひどいことっていうのは人類の歴史上で何があっただろうかってずっと考えて <laughs>、はいそのぐらいの文学というのはまあ震災、まあ、をなめたまあそ、ね、中国では間接的な人も含めれば2,000万人も死んだとか言われてるし、はいはい、球団集会で殺された人だってもう何百万人単位みたいな話があるぐらいなのでそういうひどいことがあったという、えーまあ、それをその出発点に置きたいっていうふうにして、うんまあ、始あたじ 始めたんですけど、うん、で当時は2006年当時は、えー、全然大丈夫でしょうっていう多分1980何年から2000年代の初めぐらいまではそれはあの文革をいくら批判しても OK だったんだけどうん、うん、習近平体制がだんだん固まってくるにつれて文革的なことだからあのえー、っとなんだっけその偶像化してはいけないとか言ってはい、はい、の毛沢東を のその権威とかも批判することは特にあの問題なかったんですけども、あのー、だんだんですねその習近平がやっぱり毛沢東化していくというか、うんうん、<laughs> やっぱりだんだんその偶然化していくにつれて文革についての扱いもみんなこうちょっと、うん。<laughs> なんかこう、毛沢東批判にさ、カッつけて、習近平体制を批判するみたいなことができるから、それをちょっと避けようということじゃないですかねまあここで忖度したのかどうかリアの忖度問題がねなんかだってあだ名で動物とかなんかになっても、なんか東京が検索してブーブー行ったりしてくるって言いますよね習近平とかね熊野プーさんって言っていけないですか熊野プーさんって言ってそうそうね、っていうねありますからね まあそれであの単行本が出る時に順番が入れ替わったのでえっとあれもそうですけどその転戦とかもそうですけど回想シーンに回されていてでも別なくなったわけでもないしなんかその渡辺真希が「薄まった」とか言ってたけどそんなことはないブロスのテレビブロスの YouTube でこの間ね配信されたやつで。その まあ、今年らかに言ってましたけど、はい、全然別に。あの 薄まっててるわけではなく単に順番を入れ替えただけですほとんどどこをどう入れ替えたかはちゃんと後書きに全部書いてあるので元のの通り読みたければ僕が何ページ何行目からこっちを入れたらこうなるっていうふう第一部を飛ばして読み始めて何ページ何行目まで来たら第一部を読んでくださいそしたら中国版と同じになりますよっていうふうに書いてあるので本当に順番が入れ替わってる。なるほど 物語の根幹に関わる部分ですもんねその文化というところはね,そ,うそ,うねそこはもういじりようがないよなっていうことですよね。はい、でそれを英語版が出るときに、はい、あの元に戻した。アメリカの方が受けるからそうそうそうあだからこれもまあいろんな全部があるんだけど <laughs> えっとあの中,中国でその最初えっとその。 そもそもその文学のシーンを後ろに持ってったのは単にその別にその忖度したわけではなくてえっと中国の若い人にもはやアピールしなくなっている若い人が文学って言っても分かんないから。 難しい話だと思って日本でもそういうことが起きてるけど頭であれから始まるとなんかちょっと面倒くさいなって思われちゃうのでエンタメ的なことも考えて最初に持ってったっていう説もあるんですだから本当のことは大体その理由とか言わない誰もその理由はなぜそうしたかっていうことは言わないんで分からないんですけどアメリカ権利ははっきりその元の バージョンの方がよく原作の精神が伝わるのではないかと連載の時と同じように最初に、うんえー、持ってきた方がいいんじゃないか文学のその球団集会をっていうふうに言ってで、まあ、それをその拳龍と龍二菌が話し合って、うん、でその現在のバージョンになってでそれは日本版にもそれを使っているということです。で別にそれはあの英訳を訳したからそうなってるわけではなくて、うん、英訳を、えー、っと作る時にあのなんていうかその 国国みたいいなものののをを<う>翻訳用原原書、うん、原文ってう作るんですね中国はね中、うん、だからそれに合わせてだから英訳が出るタイミングで多分あの順番入れ替えたバージョンを作ったと思いますけどだからその日本版で翻訳するってなった時にその中国から送られてきた中国のエージェントから送られてきた原文っていうのがもうすでにその入れ替わってるる、ね、順番入れ替わってるっていうその。 現在のバージョンの原文が来て、それを翻訳してるてい、うん。あ、でも今思ったんですけどね、やっぱりその最初に文革があって、でひどい目が合うのがあって、で怒りのパワーで、ねうん、っていうの、あの X メでマグニット単行編と一緒でね。マグニットは始まるらしいですね。だからやっぱりあの原류もその単にそのえー、っとなんていうか元のバージョンに合わせたいとかそのいうより理由もあったかもしれないけど。 やっぱり商業的には逆にアメリカで売るにはこういうインパクトのあるシーン中国の小説とか言ってどうせみんな政権来産みたいな共産党来産みたいな政府なんじゃないのみたいな思ってる人にそうじゃないっていうことを一番最初にバーンと見せるっていう意味でも最初のバージョンの方がいいというふうな最初でもこれいきなり僕何も知らないでいただいて何も知らないで呼び出したらさいきなりいきなり。 後衛兵の話から始まって「えこれどこつながるのこれ?」って言ってたら「時代中国最大の襲撃作」って読み始めたら衝撃ではあるんですけどでも後衛兵の話の前に本当に関係ない道際の話が出てきて学生運動時代のテクト争いみたいな話が出てきてこれって国その信任につながることはつながるけど当分ほとんど一巻目には。 の内容とは関係ないなんですごいさらに謎が多いという,う、ね、びっくりしちゃって SF、うん、の,のところにたどり着くまでが結構 SF ファンは結構たあの何も知らないでいきなりこれ渡されると SF ファンは SF 部分までたどり着か <laughs> いないで脱出してる可能が結構だからワンメアのパートから始まった現代のパートから始まった方が、まあ、多分エンタメ的にはこなれな、うん、いというまあそうですよね,感じですね ただまあそうすると,とインパクトがあったからということは大きいまあ今どっちが良かったかすごく難しい問題ですよね。のあのうん、うん、それで挫折しちゃって読めなかったっていう人もすごく多いので、のほうほうあの、えー、中国で最初に出たこの、えーえー、あの科学フロンティアの話から始まる方、えーうん、が売れたかもしれないし、まあわからない。<笑><笑>でもなんかそういう歴史的な事実っていうものが一緒にドカンと出てくると。うん 実はその裏でって言われると急にゾクゾクしてしますよね大体ねウォッチメンとかで一緒一緒えマジでみたいなことありますからねそういう歴史のね事実の裏付けとかそうそうそうやっぱ面白いところですもんねっていうことがありつつのだけどまあ非常にその何て言うんですか中二的なあれこれもありという。 <laughs> あだってあの、まあ、さっき急い過ぎれたけどあの、はい、デカの人、はい、デカの人とそれからあとあのそのなんだっけあの防衛組織のトップの,あの情報局の情報局のこのおじさんとか完全に漫画じゃないですか、はい、僕まあ <laughs> ネットフリックス版の印象で言ってますけどすげえ漫画の人たちが出てきたなと思って <laughs> あの二人見てるだけでも結構楽しいし、まあ、そのかそのデカとあの科学者の人との結構バイディモノっていうかそういう。 感じがあるんですか、小説は。そうですね。あの、えっと、テンセント版もそうですけど。あの、基本的には、ワンミャオとダーシーのバディものっていう。要素がすごく強い。現代パートに関しては。なるほど。で、それが、その、Netflix 版では、このバディものではなくなってしまったので。え、群像劇に。青春群像劇みたいな。しまったので。そこはものすごく違いますね。なるほど。なんか、女性。のファンの間では。うん。

旨味がありますね、そう聞くと。なんか、さじわい方がいろいろあるんだよね。そう、えっと、てん、テンセント版。見始めたばっかなんですけど、やっぱ、あの、ダーシーの人が、めっちゃ香港映画っぽくていいな。やばい、面白いと思いますね。はい。そうなんですよ。だから、あの、最初、ベネディクトオンが、あの、キャスティング発表される時は。ちぴったりとかと思ったけど、役割がね、だいぶ違っちゃって。なるほど。なんか。 えー、まあ裏から支えるというかあの、まあ、5人、えー、を見守るみたいな役割になっていたのでああ途中で誰「誰と会ってたんだっけ?」みたいな「<笑><笑>初対面今君たち」<laughs> みたいな感じになるそんなこんなでございます、はい、お便りをもう一丁言ってみましょうか。 チンポコ独行者さんいい加減しろ本当に仲野郎チンポコドッ者さんだけどガチで中学生の頃に検索に出会いハマってしまったがゆえにってことはまだお若いチンポコ独行者ね過去のアニメ版や中国ドラマ版そして今回のネットフリックス版もあえて未間だったんですがえー、今回特集とのことでついに恐る恐る見てみましたゲーセルも未見はい。うん えかなり駆け足な展開だったり登場人物たちの改編だったり4話ぐらいまでのスローペースなどに面白いけどあれこれ見たかったのと違うかもなとブツブツ思っていましたが5話からの各編に入ったかのような盛り上がりにのを焼かれあこれ好きと手のひら返しさせられてしまいました特にナノ繊維工作の映像化は当時読んで想像していた絵にかなり近く感動し楽類6話のビデオゲーム図使いも良き 1>, 1シーズン見終わってみると、えー、人間ドラマの比重が原作よりも足された分よりグッときたり心底を嫌になったシーンや描写も多く最初不満に思っていた改編は映像化においては多分最善のものだったのだと思いますシーズン2があるならファンお待ちかねの国安森林編に突入していくのであれをどう映像化するのかより SF めいてくるのも楽しみです、ね、まあですが、今回のネットフリックス版はかなりその原作とは違うと。 うん、まあ早い展開がともかく早いの,とので割とディテール飛ば飛ばしてる感じはちょっとあ,ありますよねだから原作ファンだともっとここを見たかったっていうのは結構あるんですね僕その原作読んでない読め始めですからその読んでないんでネットフリックス見て分かんないところいろいろ聞いてみますか今日はいはいまず最初に質問なんですけどあのー その宇宙人の信号を、はい、あの結構あの複雑なメッセージを送ってきたと思うんですけど、はい、あの来るのあの言葉としてね、はい、あれはどうやってわかったんですかあのこなんかその我々の方に返信をしてはいけないとそれをするとこれからあのそっちに優れた科学力で持って行って征服してしまうだろうっていう原稿を送ってくるんですけどあれ誰がどうやって訳したのかなってすごい最初見てて思ったことです。基本的ににはあれって、ね、あの要するにその 信号が来たときに普通はその、うん、解読にすごい時間がかかるですよね。であのあでもその信号を送るときにその翻訳セットも一緒にまあ送ってるわけですよで。 普通だったらもうちょっとでも意味がありそうみたいな信号が来ただけで大騒ぎになるけどもうそのほとんど平分のようなものがこう返ってきたのでこの大,騒大騒ぎになるという大騒ぎになるというかまあ別にエベンジェだけの心の中でですね、はい、やるぞみたいな何これみたいなあなるほどだからものすごいそのあの信号のなんかそのこっから上 ABCD のんなんだっけどそのもうランキングのこっから上が 来たら大騒ぎみたいなその意味のある信号の遥か上でもういきなりこう意味の分かるあことが伝わってきたのでそれがその翻訳されてなるほどさコンピューターで翻訳されて映ったみたいな感じで,、ね、でそ,のその共通理解のための文法みたいなのを先に渡してたってことですねなるほどあそれ言っても,らえもう全部完全に納得しました、うん、なるほど <laughs>、うん、えー でもあの人がねだからいいですよねやっぱりそのやってやらみたいなのもう怒ってるから家で、まあ、あと家さんの話も出てくると思うんですけどあのなんか僕はこれうちの奥さん読んでて、はい、あの3体読んでて聞いたんですけどその家さんに多分みんなかなり共感する人はそれで読み進められるんじゃないかみたいなこと言ってて気持ちが分かるか、うん やっぱりまあ彼女がすべての出発点であり、何もかも見通していたみたいな話なので、そのナイニブ以降につながる展開もすべて見越した上でいろいろこうあの鼓動していたっていうなるほど。まあその国安森林理論っていうのも、まあそもそもはそのイエウエンジさんがまあそこまでそこまでそこまあまだいろいろこの先の話になるなるほど。 ここら辺はまだこれからですよネットフリックスドラマ的にはまだこの辺これからこの後続きがあればという感じなんです、ね、そうですね,ねネットフリックスドラマでは、うん、そここはでもやってもらわないとね、うん、やってもらわないとねって感じですけどね、うん、ネットフリックス版では謎のジョークを披露するっていうシーンに置き換えられていてあのー、なんだお墓の前でねあの、えーあのー、アインシュタイン、ね、ユランと会った

まあ、だからあれって字幕でも訳せんってないのでそうそうそうんかそういうダジャレですよねそう,そう最初ダジャレかって俺言ったもんダジャレなんだけどそだまあ要は「神はサイコロスブしない」っていう、うん、アインシュタインの有名なコーチセリフがあるんで、まあ、それ引っ掛けてるんだと思うんですけど。うんうんうん どういうそれでどうなの <laughs> するのサイコロ忘するのしないの <laughs> っていう、はい、そうそうチャット欄でもあとお便りでも結構あのジョークが分かりませんポ,ッポカーンとしてる方は多く <laughs> <の>結構みんなねポカンとんあのだから、うん、いやそうこの間そのアトロクで黙るさんと話しはちょっと意見の相違があったんですけどあれでもうヒントは終わりかと原作,、うん、原作で言ってるヒント、まあ、なぜあの まあなぜ彼が面壁者に選ばれるのかっていう理由の説明があのジョークだけで済ませるのか僕はその映像が省略されていてあの後にもうちょっとはっきりしたことを言ってるんだけどまだここでは第一シーズンでは見せないっていうことだと思って後,後半またアイスシーンで実は何回かやってましたっていう原作にあるえあの まあ、奥義を伝授するシーンがあるるる弟子に剣豪が奥義を伝授するでその伝授された奥義をその <laughs> あのすごいこう全部思い出して一語一句全部思い出して何が何がそこまで反対文明にとって <laughs> キーだったのかっていうことをずっと考え続けるっていうシーンが <laughs> 2>、まあ、第2部にあるんですけど。<laughs> でも、その後で、その出てきそうだなっていうのは、今回思いましたね。僕はあの賛成っていうか、だから、だって、あれを、誰が見てたって。あの、突然、選ばれてびっくり、だけど、この理由、は後で、わかるんでしょっていう感じの描き方だから。そうなんじゃない。かなそれを、アインシュタイン、あのジョークでやるとしたら。相当大変だろう。大変だよね。だいぶね。で、で、繋がらないだろうと思うんですけど。まあ。そうかもしれない。そういう、あれで、シナリオも、作ってるのかもしれない。なるほどね。うん。 はい、まあ確かにそこはだから謎が多いですでって原作読んでてもストレートには繋がらない <laughs> やいこのコメント欄であの黒人が5秒で解決しそうってう <laughs> <laughs> そ,んそんなわけあるかそんなわけあるかうん <laughs>、はい、そうですね <laughs> で特にじゃあネットフリックス版今回のドラマについてのお便りですけど、はい、バンガローさんでございます、はい、原作中国版ドラマ今回のネットフリックス版と鑑賞ネットフリックス版は8話と短くする代わりにキャラクターを大胆に再構築、うん、最初は多様性のためのキャストかと思いきやそれぞれが原作の役割をちゃんと担っておりしっかり意味のある存在でしたかつ3体の肝となる部分例えば文革に始まる冒頭 えー、瞬く宇宙や網膜カウントダウン人間コンピューターなどの、えー「センス・オブ・ワンダー」もしっかり抑えつつしっかりと8話に抑える離れ技には脱帽です当初の不安は吹っ飛び、えー、次シーズンに期待が膨らみますが短いがゆえに不満に感じてしまう点も一つはサイエンス・フィクションとしての科学の深掘りが甘いこと例えば英語タイトルにもなっている「三体問題」とはどういうものか なぜ3体世界が何度も滅ぶのか当然物語の重要な部分でもあるはずですがネットフリックス版では十分に説明しきれていない印象です科学が殺されることの意味についても同様前述の人間コンピューターにしても単にビットに見立てた人をたくさん集めるだけではな、うん、えコンピューターにならないわけで、うん、データを処理する部分 CPU や、えー、計算したデータを運ぶ仕組みバスが必要になります原作や中国版ではここをきっちりやっていた。 ちゃんとコンピューターの父フォン・ノイマンが登場し説明するのでここまではやって欲しかったうん、うん、もう一つ長い物語を八話に収めたゆえメインキャラクター以外の深掘りもあまりできていません、えー、制作のベニオフワイスといえば長い時間をかけてゲームオブスローンズの百を超える登場人物それぞれに深みを与えていたコンビですだから我々も今回の三体ドラマの中にゲースロのサムやダボスを見つけてなんとなく嬉しくなったりできるのです 中国版では30話使って、えー、ベラ・イエ、えー、博士に当たる人の、えー、婚約者や今回登場しない組織の女、えー、シェン・ユーフェイやその夫ベレンディクト・オンカッコ C ちゃんの、えー、部下などにも活躍の場が与えられていただけにもし長めの話数で彼らが作ったらと思ってしまわざるを得ません、うん、ところで全然関係ないんですがエンドクレジットを漫然と見ていたらエグゼクティブプロデューサーにロザムンド・パイクの名を発見しましたどういう経緯なんでしょうかという。

秦の始皇帝がね、不備来犯に変わっているので、結構びっくりしましたけど、中国人は <laughs> も中国人はもっとしてる、ね <laughs> うんで、秦<れ>、まあの始皇帝ってわからないんだろうなと思うんですよね、欧米の業者にはなかなか、やっぱり日本人はなんだかんだ言って、中国史も<ん>学んでるから。 あといろいろ中国史をネタにした漫画とか小説とかいろいろ読んでるから日本人の感覚だとあれ始皇帝を未来犯にはしないでしょうって。始皇帝はんか世界をさ計算しそうじゃねえあとなく。コンピューター作るっていう時に何千万の兵を貸しましょうっていうのは未来犯絶対そんなことしないよ。 めんどくさいから、めんどくさいから制服だーって言、ね、うです <laughs> もっとフラゼッタ的なノリがありますからねふぐらやかの方イメージとしては,、ね、しては <laughs> 肉体のねまあ、あれはなぜ変えたのかよくわかんないけどあの まあそこだけじゃなくてあの例えば「ゴーストカウントダウン」のところとか、はい、えっとあとその宇,宙が瞬き宇宙の瞬きはい、はい、宇宙がウィンクするっていうのは、はい、えっと驚くべきことにねド、うん、リックスワンでは1話,に <laughs> 1話の真ん中ぐらいでもう出てきちゃうけども <laughs> そうそう 驚愕な原作税とか、うん、あのテンセント税からすると、驚学の展開。点、うんはい、セント 5, 5話ぐらいまでいかないと出てこない話で, <laughs>、うん、で、しかもそれのすごい手続きがめんどくさいっていう。なるほど。<laughs> マイクロ波背景放射とか、そういう、えー、単にその見えるものではない。でも別によく考えればみんな <laughs> ソフォンがお手伝い,いソフォンが あの地球を丸々覆って点滅を見せてるっていうなるほど、ね、ことなんでまあだったら別にそれでいいじゃんって,いいんってことそれでいいじゃんっていうのは実はなんかテンセンと版を作る時にリュウジキンが言ったらしいんそこまでやななくてもいいいじゃないみんなに見えるですごいあのだからのリュウジキン最初はなんか「太陽にカウントダウンが映る出るとかどう?」みたいなことを言ったらしいんだけどセンと版のスタッフから「 先生もうちょっと原作を大事にして <laughs> <laughs> 怒られたっていう話がっそれを笑い話でそのこの間ワールドコンの時にいう話をしてたんですけどまあそういうそのぐらい「竜慈欣は原作へのこだわりっていうかうないんですどう変えてもいいし夏日にしてくれ」って言われて自分でもだからその平気で変えちゃうしあの実際その「国安森林」であの中国版から大きな改変をした。 計画いろんなね免疫者の計画のうちの一つを大きく変えちゃって中国人のファンからすごい怒られてるんだけど原原原作作ででですかあの「花軍計画」っていうフレデリック・タイラーっていうドラマには出てこない人ですけどその人の考える宇宙人をやっつける計画っていうのを全然別の計画に差し替えちゃったんですね。 なぜかというともともと使った計画っていうのはその別のね「あの球場宣伝」っていうのに出てくるアイデアを使っていたので,でそれがえっとそれを違う話に置き換えた、うん、まあどっちにしてもまあ特攻の話であることには変わりがないんですけど、うん、えそこを置き換えてしまってでまあ元のシーンね元の、まあ、それはその。 結構今度出る、えー、文庫版に詳しく解説に詳しくどこがどう変わったかを書いたので、見ていただきたいんですけど、うんうん、まあそのぐらい結構平気で変えちゃう,うん、うん、なるほど。まあ,じゃあこっちにしようかって感じで、えー、でもじゃあそっかそのじゃあソフォン関係のこととかもやっぱりそのエトリクス版だとあのやっぱねあのこう何が起きてるかいまいちわかりづらいところもあって、ねはい、だからうん、うん、まあだからそのまた卓見にしてもね、うん、そこはやっぱり原作読んだ方がきっといろいろ楽しいってことですよね。 それで原作読むとものすごくかテンセンとはこれそのままドラマ化してるから正気かと思ったもんね。こんな面倒くさい話をいやそうだ結構天文マニアとかじゃないとついてこれないんじゃないのみたいな話を原作読んでるといちいちはここまでやんなくてもっていう気がしちゃうんですよ。 ほん当に便にっていうか本当にもう全部全部使ってるから「ゴールデンカムイ」じゃないけどっていうね漫画りにすりゃいいのかよみたいな感じで逆にねちょっとどちらも一っ一短ですけどネットフリックスはちょっと省略しないでややれらけすはっぱりある程度のと。で途中 あのキャンセルとかなっちゃうからなんですかねやっぱりねまあそう。まあだし、1話まあ8話っていうか、まあ、よくて10話じゃないですか。はい,はい、はい、8話でどこまでやるって考えると、うん、第一部。 多分、やっぱり、その、どうしても、ボールフェイスは、まだ、出したいな、っていうのは、わかる。ああ、ああ、あなるほど。あれが、あ、そう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 、確かにね、そうじゃないと、だって。もう、ダメじゃん、で、終わりになっちゃうから。気持まあ、一応、あの、第一も、最後は、あの、行くぞ、って、言って、終わるんですけど。虫けらには、虫けらの魂があるんじゃない、とか、言っはい、終わるんですけど。そう、言ってました。最後は、えっと、一巻目の、ラスト、そのままなんですよ。あ、そうなん。その、そのままではないんだけど。あの、バッタじゃなくて、セミに変わって。セミだと、意味がないだろう、とか、まあ、いろいろ。 でも太陽さんのスタイルでスケラだっていうところでその2人を連れてダシが虫を見せに行くっていうところは一緒なんですけどそのあその一つ手前のっていうのは第三部の上官まで行かないと出てこない話で海底計画の話とか西軍計画の話っていうのは指針衛星の上官 の最初100ページぐらいのところで話なのでいきなりなんかもうねエピソードのタイトルとかで「西軍計画」とか出てると「えっ!」て言われるのにもうにタイトルでネタバレエピソードタイトルネタバレが起きてて原作読んでると「どで西軍計画やるの?」あのキャスト役名ネタバレもあるしエピソードタイトルネタバレもあって。 ススターーズマイディィテネションもともとそうっていうかもともとではなくて中国版は軍政計画なんですよ原作は軍政計画で拳龍が翻訳するときに多分ダジャレでダジャレっていうかアリフレッド・ベスターの「トライオ・トライオ」の別タイトルの「スターズ・マイ・ディスティネーション」っていうタイトルをその計画の名前に入れて「スターズ・マイ・ディスティネーション・プロジェクト」っていうふうに訳した拳龍のせいなの あの <laughs> でした。 S.F. S.F. ホタクは何なんだろうこれ S.F. ホタクしかわからないませんフ f ホタクしかわからない話で盛り上がってそれが日本ではえっと我が思う幕は星の群れというタイトルで早川書房版が出る以前に翻訳されていた講談社で翻訳されていたマニアしか知らない本があるんだけどそのタイトル西軍計画でしたわけね。いやでそれで我が赴くは星の群れ計画なんだけど長いからあの西軍計画っていうで西軍っていうのはあの京都にあるファングループの名前で。 その、逆に、あの、オタクネタをオタクネタで返すみたいな。ことになってるな。いいね、何が何だか、ね。もう何、何がすごい。うん、でも、別に、西軍計画って、全然ね、違和感ないし。うんまあ、ね、ドフリー版でも、ちゃんと採用されたので、良かった。うん、<laughs> いや、ね。<laughs> 西軍計画。多分、西軍、西軍計画。多分、だい分かってないよね、これね。うん、だんだん、僕、お母さんのような気持ちが。<laughs> いや、そうなんか結構ね、軍政と西軍での、意味が違うとか、いう人もいるんだけど。別にいいんだよ。<laughs> いいですね。というところでねネットフリックス版を中心に今日お話しますけどもちょっと登場人物を見てみよう。出てきてますけど登場人物が誰なのか誰が誰なのかを推理するっていうのが原作ファンで多分でもこれから出るフリップは全て原作ファンでえっと ドラネットフリックス版を見ていない人にとってはいろいろ致命的なネタバレが。 なるんですけど。まあ、しょうがない。だからそれはしょうがない。もうすべて、すべてネタバレ。まあ、あのうちはネタバレは気にしないことにしてます。ただ、まあ、さすがに、あの原作の後半のネタバレはしない方がいいかなとは思いますけどね。まあ、でも、もういきなりでもね、ジンチェンですからね。まあ、日周りも別に何をするかわかんない。もしくは、もしくは第三部の、死神衛星の第三、第三巻の主人公。第三巻まで原作が出てこない。なるほど。はい。 ワン・メアオさんっていうのは男の主人公ですよねこれ。で要はそのゲームをやってゲームに侵入していくところっていうのは彼女が受け持っているワン・メアオの。なぜかっていうと第三感まで出てこないので要するに改底計画。 西軍計画までは出番がないんです、うんうん、出番がないので一、えー、作目の主人公の、えー、ゲーム側の話を受け持つっていうふうにドラマではなってるネットオリックスではなってる、あのー、もうそもそもねオックスフォード5っていうのも別にいだってオックスフォードじゃないからね舞台はねそもそもね <laughs> そこを使ってですから,から最初その全然その情報がない時はあの ネットフリックス版はどうも「オックスフォード5」という5人の若い科学者が謎を追う話らしいみたいな <laughs> あの説があって「え全然違うじゃん」とか言われたけど、うん、全然そうではなかったっていうねもともと同じ研究室に通ってた5人の仲間がすごいあの海外ドラマでありそうじゃない学生時代で同じ釜の飯を食った4人の仲間が10年,10年経って。 それぞれそれぞれの世界で抵抗して告白できなかったお前好きだったじゃん」とか空気を読めずに言うやつがいたりして一人難病になってて一人大金持ちになってて一人は研究を続けて一人は高校の先生になってるとかそういうふうにそれぞれの人生模様が出て前半の主役級で出てくる次の人です。 この方そうオギーですねヤンヤンこの人もワンミャーヤこの人があの起業してヤンヤンこれもありそうじゃないですか起業してね起業してまあまだあの株式は公開してないけどあのナノテックのナノマテリアルの研究をしてて会社を作ってヤンすごいこうヤンスタートアップ企業やスタートアップ企業のあの最高科学責任者みたいなヤン立場をやってるんですねヤンこれ <laughs> これも結構ねあの笑ったのは前線原作ではそのねそのアンミョっていう人がまあその勤めてるそのセンター長をやってるのかな、まあ、そこの会社の名前がナノテクリサーチセンターナノマテリアルリサーチセンターだかナノテクリサーチセンターだかそういう名前で、ね、まあなんかもう公的機関みたいな名前なんですけど、うん、<laughs> あのこれってもう一話の最初でみんなで集まったせところで。 で,でお前の作る会社はなんていう名前なのっていうふうに名前聞かれてねそうそう会社名を聞かれて。んて名前なのって聞いたらあの,の,のテクリサーチセンターって言って、うん、そしたらあのブラブリーが <laughs> あのもう。 今まで聞いたあらゆる会社名の中で一番退屈の名前だなっていうふうにした「タイ名をディスるっていう原作にないシーンがあってそこにいちいちその原作の固の有名詞のセンスに突っ込みを入れるなそういうことですね。<laughs> <laughs> <laughs> そしたらでもあんたの会社だってって言ってそのジョン,、うん、ジョンブラドリーがやってるなんかそのスナックのカ,ーカルビーみたいなはい、はい、ジャックみたいな <laughs> ジャックススナックジャックススナック,スナックスあんたの会社だってみたいなもんでしょう自分の名前だからね何かそう何なのそな<ん>そあそこにそんなまだ死ねあのハケを取れる余地があったっすか、ね、スナック業界ねスナ <Sammy> ック業界でね <detention> です,すごいで第三位かなんかで人気があるあのポテトチップかなんかも出してるすごいでかい会社なんでめっちゃお金持ちになってだってもう大 卒業してから十年ぐらいしか経ってない卒業して十年も大学院時代から言うとね、もう七八年なのに会社を作って大変なこと。原作会社でね。これがね、そのジョンブラドリーやってる人が誰なのかっていうのがまたこれはなかなかね原作ファンでもね名前は多分言えない。わかんないです。はい。まこれまあその前にこっちですね。はい。この方。 うでもその読んでるとまあ,こうああいうことをしああいう人だったんだなっていうああいうことをしてたんだなっていう描写はあるからまあ <laughs> そうなんだよねこれね後からえっとか思って見直すとちゃんと一応あの伏線は張ってる <laughs> この用心だっていう伏線を張っててまあ確かにほとんど全本筋と関係なく。 なんかいろんな女といろんな女とでもないけどまあ、まあ、なんか、うん、付き合ったりとかしてる、うん、シーンとかがまあ確かにあるんだけど、うん、もう全然そういうロジー感な,いないですよねない、まあ、ないですよね、うん、これはえっとそうそう、うん、いやだってもう多分そうならないと思うんですけどあの。 パート2の領事って本当に中二病みたいなやつなんで領事は実はこのあとパート2パート3までずっと主役格で出てくるんです実は一番でかい役なんですけどあでもね中二っていうか本当に童貞やろうなんで童貞妄想やろうなんで童貞妄想野やろうみたいな。 これこの俳優の人が真面目そうで落ち着いた感じに見えるから、うん、なんかその「ワンナイトスタンドでなんかあの遊んでるぜ」って描写があってもこの人本当は真面目ないじゃないのっていう感じにでそこがねどう、まあ、第二シーズンで覆すかっていうところが見もといえば見もなんですけど、うん、だってあの原作では小説では僕、えー、もうすごいこう一部評判が悪いんだけどその。 いう主人公ね妄想の彼女を作って妄想の彼女とデートするシーンとかが延々ホンダアコードに乗ってドライブデートに出かけるんですよ。彼女と本当はそこにいない彼女を乗せたままドライブデートに出かけて雪がまだちょっと残ってる山間部の方にずっと行って一晩二人で過ごすっていう途中で車軸が壊れたりしてジャフを呼ぶみたいな話があるんですけど。 そのデートの話がなんかもうすごい一部ですごい評判悪くて「なんじゃこれは?」と思か「見かけにしろ」とか言うけどでもそこがね結構すごい伏線になってるんですよ。後半の涙なくして読めないようなシーンのところにすごいその妄想デートのエピソードが出てくる響いてるんですけどでもそこできないからい どうすの妄想デートでね一人で舞台に上がってなんか村のさびれた村のあ寂れてないかんか村の舞台に上がって一人で歌を歌うシーンとかがあってですね外から見るとそんな人なんないど、一人しかいないけど妄想上の彼女が客席でそれを見てるっていうその歌がまたその第2部の一番最後のとこですごい聴いてくるもう泣けるんですけど。いやまあとかくねこのキャス

なるほどはいそしてさらにもう一でカルビこれ僕出てないのかと思ったんですけど出てるんですね出てるんで誰も多分ねこれの誰の役だっていうので「風園」って答えられる人がいたらあなたは三体マニアです僕もえっとんだっけ「うう」だっけ「ふう」だっけみたいなそういう感じでしたけどこれ僕と編集者の間では「青汁王子」と呼ばれてる人。 <laughs> あのなぜかっていうとこれ <laughs> あのえっ、ー、と,原作、えー、とこの中ではそのスナック王みたいな感じの大金持ちになってますけど、はい、小説の中では、えー、とあのもうこの後に出てくるあのアレックス・シャープがやってる役の人に「あの青汁を勧められて学生時代に、はい、<laughs> 健康によくてよ美味しいんだよ」とかって言って<え>んなもの「こんなまずいもの読むやつ飲むやついるのか」とかって言ってたんだけど。 なんかその時に聞いたアイデアをもとにして卒業後に起業して青汁,て青,汁,青,汁青汁で、えー、大儲けしたのであの青汁王子あのアレックス・シャープのとこに来てアレックス・シャープじゃないけど <laughs> あのお金はあの分け前をあげるからこれで <laughs>、うん、あのアイデア料はあのなしってことにしてくれって言って<ー>3,000万だから払うっていう話があるんですね。うん まさか、ジョン・ブラントリー、唯一、すごく名前の知られている、みんなが一番期待しているジョン・ブラントリーにその役をやらせて、そして、さっさと殺してしまった、退場してしまったというね、なるほどね。そして、これが。で、そのこと、出たウィール、彼はなんと、第3部主人公、主人公うすん 第三部まで出てこない人なんですよね。あ、じゃあ、それもだいぶぶっこんできてますよね。でも、これがあの、あなんていうか、えー、っと、まあ、実際にその。えー、っと、原作でも、あの、彼女とは、だい、あの、大学の時に、あの、同級生で、憧れの存在だったっていう話は出てくるので。あの、だから、あの。 ジン,チン・ジンチェンと、えー、ウィル・ダウニンの関係っていうのはりな、ね、あま一緒あ,あそうなんあそこまでも親しくなくてもっと二回しか,か学生時代に2回しか喋ったことがないっていう設定なんだけど 1>, <laughs> うん、うん、1回はそのピクニックかなんかで一緒になって2人でそのあの、えー、湖,あの湖かなんかを眺めて、うん、あの岸辺で一緒に過ごしたっていうのがもう一生の思い出みたいになってるわけなるほど <laughs> な,んかなんか理由 リュウさんののってそそういうの多いよ <laughs> そういい多世界実は「新海誠」が好きっていう時期が秒速5センチメートルが大好きっていうことなでああまあそういうあのなんていうかロマンっていうか。うん ひも手男のロマンみたいなものをすごい大事にする。でもうそれが結局全ての宇宙の運命を決めるっていうか、ねね、彼の悲恋が人生に対する思いというのが全て星を送るところも含めてあ,<ー>あれが全ての出発点になってあの後半でいうとその第3部のものすごく巨大な。 あのスケールの話というのはすべてその片思いから始まったそれがなければこんなことにはならなかった、ね、<laughs> あのじゃあやっぱりまだ期待して大丈夫ですね僕あのこの間ネットフリックス版で「はい、あもうダメじゃん」と <laughs> 思、ね、ってたんですけど <laughs> ダメじゃないですねまだねいやでもまあこれでダメじゃんだとあんまりだなと思ってたんですけどああ、うん、なるほどあ,あれねあの <laughs> <laughs> でもうちょっと穴を大きく開けとけよとか思いましたよね <laughs> いやなんだっけあの <laughs> ベニ,ベニオフとアイスがそうだほらバックシー舞台裏を喋るみたいなコ、ね、ンテンツが YouTube に上がっててでその改定計画の話をしてるんだけどああ原作読んで、ま、だ失敗するとは思わなかったよねこれどう考えても普通成功するパターンじゃん」とかこれだけやって、うん、<laughs> もう絶対あの無理だと思われている計画を、うん、成功させたアであの。 うちに送ってののだけになった彼が言ってこれで失敗するとかある？<laughs> <laughs> すごい驚いてるっていう。なるあまあ面白かったですね。<laughs> で原作読んだ時に二人とも驚いたんだ。でもじゃあ成功する話に変えたかというとそうではない。まあし、ね、ょうがないやるかこれでなっていうことなんです、ねうん。まあでもそこがねリアルなところ、ね。はいはいはい。でそこでもう一旦忘れられるんですけど。うん。 しかし、なるほど。しかしってことなんですね。なるほど。ちょっとじゃあ期待だなこの人もな。はい。そしてさらに、あ、まあキーパーソンというか、あ出てた本編の主役。はいはい。これねロザインドチャオがねすごいですよ。よかったですね。あのね二回三回見てるともうしみじみ笑える。すごい真面目なシーンで真面目にセリフを言ってるんだけどなんか。 すごいい妙におかし常になんかこうちょっと裏の意味みたいなあの含みを持たせギャグみたいなところがあってまあ最後のそれはもう最後アインシュタインのあの話に結実するんだけどそれまでのシーンとかでも結構なんかいろいろこう言ってることが全部裏の意味とかいろんなことがあって妙におかしいすごいこれはこれはあのまあイエブ・エンジンさんが全ての元凶っていうか まあ、彼女が、まあ、人類全員絶望してこの人類なんかほのだし前と思ったせいで三体人を呼んじゃって大変なことになるっていうの、ね、はいこれね、これ原則読んでるとこれ、まあ、第一部特に中国の話なんで、まあ、文学で絶望して、うん、あの滅びろって、まあ、中国の,の、うん、中の話として読めるんだけど、はい <laughs> ね、この世界の話にしちゃうとさ、うん、中国人が余計なことしやがったせいで3体っちゃったんじゃないかみたいな。<laughs> あ、まああまね、はい 感じになる。そこは微妙なかなとちょっと思いましたけど。確かにね。その後イギリスとかあのなんか移住して、あちょっとやっぱ呼ぶんじゃなかった。思い返してないのかなって。思わないでもないですよね。失敗したな。失敗したな。あれしくった。まああれ私の黒歴史。黒歴史じゃねえ。でもまあそうじゃなくてっていうのはまあちゃんと。 ずっ一貫してるっていう、ぶれないっていうのは、その後も出てきますからね。うん、なるほどね。うん、でそれはでも、別に、イエウィンチェだけの力ではあそこまでもちろんそういですよね。あって、まあそまあそこに、あそこ、ジョナサンプ・サンプライス、あれもジョナサン・プライスでびっくりしましたよね。ね本当です、ねはいうん、さらに、みんな大好き。はい、みんな大好きはし、クラレンスになっちゃってうん。 クラレンスかよってクラレンスって呼ばれるたびにねんかクラレンスかそうだからシーチャンじゃないんだよねダーっていうのはまあそのシーアニキみたいな感じであだ名ですからああなるほどだからクラレンスシーっていうのあってでまあ通称ダーシーって なんか、あの、ダッシーさん、実は第二部以降も出てくるじゃないですか。うん、で、別に、あの、話的には第一部で終わりで、でも、問題ないんだけど。うん、<laughs> 明らかに、あれ、人気のせいで第二部ーコ出してるんでしょう。<ー> <laughs> そういう感じなん。そあれね、でも、相手が、相手が変わっていいのかみたいな。<laughs> ブロマンス的に。<laughs> そう、ブロマンス的にな、なんか。お前、ちょっと、お前、ちょっと,とを思い出し、思い出さなすぎじゃない。<laughs> <laughs> ところが、ちょっとある。 でで中国人気ななんだろうと高いですねでも日本でもすごいダーシーファン多いね何ですか「テンセント版ダーシーが電光掲示板の T シャツ着てるのマジで頭おかしいと思った」というチャットが何か息子が猛痕ばっかやってんよねああ息子のボンクラなのはねまあずっとずっとってかそうですね 結構出てくる、なるほどね引っ張るんですけど、そしてさらにこの人です。はい、トマスウェイトさん、すごいですね。これねこの人があのゲームかぶった瞬間、ジー s スファ u c k っていうとか一番面白かったですね。セリフとしては、お前はって思って、トマスウェイドもね中国ではすごい人気があるからです。この人まああの第三部のえっとメインの敵役ですね。 えっとあ敵役なんですね、まあ、どちらかといえば敵役です、ね、あなるほど敵役なんだけど、まあ、信念の人だから、うん、まあ人気が出てしまうという別に彼が別に敵役といっても、まあ、三体と戦う側なんで、はい、そうですよねもちろん最強硬派ですからね。うん 今日強硬派すぎてちょっと受けましたけどね最初から。まあでもそういうキャラなほど。完全にそのまあだから母性の象徴としてのあの天心とネットフリバンドとジン・ジン・チェンカジェス・ホンがやって役彼女がその母性を体現してるんだけどこれはあのトマス・ウェイドはその反対ですごくこう。 不的,な,的な,人なるほど。ですね、えー、彼も、えー、第3部まで出てこないんだけど、はい、代わりにその、えー、とダーシーのボス役としてはチ,ェンチャン・ウェイス将軍っていう人が出てくるんですけど 1> うん、うん、第,第1部に出てくるんですけど将軍のキャラ将軍の役割と、まあ、一緒に。 にして第一部から出してる。ちなみだって第一にそうウェイドだとか言ってえとかもうそえって第一話から出てきたから。なるほどな。トマそうそうそうずっと一話から八話が出てくるから。だから早く発表された時にもうすでにトマスウェイドがんでいるみたいなそういう感じでしたけど、まあでもそれは役割として一緒にする。まあ確かにそのボスボスがもう一人でいいみたいな。 もうすごいそういう意味、まああのが3作全部合わせてキャラを整理して元、はい、とこの人は役割が同じだから一人一人でいいよああいうふうにるほど,なるほどでもあれでしょその時系列的にはなんていうんですかこの先出てくる人っていうことはその時代が進むわけでしょ <laughs> そうなんです、ね、あのでも結局、はい、えと先は進んでるんだけど、はい、あの第3部は第2部よりちょっと戻るんですよ。だからあの、えー、その一方その頃こういう計画が進行してましたっていう話でそうその面壁計画をやってる背後では実はその、うん、別の計画が進行していてそれ違う人が。 あの関わっていたってていいたうその別の人たちが関わってる別の計画があったっていう話なんだけどそれを全部同じ人たちが関わっていことにしてトマス・ウェイドが、えー、っと面壁計画を考えるっていう考えたっていう仰天道地の, <laughs> あの原作版から言うと <laughs> ここでなんか急に思いついて <laughs> ーーと頭の中のはのぞかれないなとか言って <laughs>、はい、ウォールフェイスプロジェクトをあの思いあのスタートさせるっていうのは、うん、原作版から言うと結構驚くとこなんですけどまあ あのもうあのなんだっけ侵略に対抗する組織が1個しかなくてそこのトップが1人しかいないなら、うん、まあ全部この人はあの人間の悪の権下でもあるというね <laughs> ああ。ね、えー、でもない,かんないネタバレな,なんないと思いますけどあのえじゃあその3作目まで言っても同じ人たちが出るってことは。うん すません僕すぐバカなこと聞きたいですけど、400連合員宇宙大戦争っていうのはないあのことが描かれるあんま聞いたダメなのかなこれいやいや大丈夫ですあのレコールドスリープですねえっとそうそうそうコールドスリープああ危機期限あのなるほど2007年ぐらい頃にまあちょっと2000何年かっていうのが結構あの矛盾があるのでいろいろ一元的に決められないんですけどまあ定説的にはまあ2007年前後にその 始まるんですね原作でネットフリックス版では2024年ということになってますけど原作では2007年頃に始まってそこから数年の間の出来事っていうのが大体もう並行していろんなことが起きてるんですど。でそこから先の未来の話400年後の話っていうのはネットフリックス版にもちらっと出てきましたけど人工島民技術というのがいつの間にか開発されていつの間にか開発されてそれによって あの時間が飛ばせるようになるほどああ最後までまでもそ最終的には400年経ちますからなるほどあやっぱり経つんだ経ちます経たないとねだって収まり悪いですもんねこれねねその時言っといてますあん言っといてね実は来ませんでしたってはいかないそうですよねよかった来てくそれ聞いて安心します楽しみが増えたはいは来たと言ってもってまそこはあまり立ち入らないようにはい さあ登場人物もうちょっと見てみましょうはいトはい、はい、トフォントモコさんトモコちゃんこれね、うん、これはねあのの、ね、まああのあ,あっちを使ってないんですねまああのえっ、ー、となぜかゲームで出てくる、えー、うん、うん、えそうですねはいトフォンがね <laughs> あれはやっぱりあのちょっとあのー、私としては日本人で。 やしかな <laughs> やっっっしたぱりやっぱアキでだってどう考えても栗山千明だからさイメージキャスト。な,なんかね声が先だったらしいあ,<ー>あの、えー、人工音声みたいな感じで、うん、あの彼女がしゃべる CCC シムカがしゃべる声を聞いて、まあ、それでキャスティング決めたらしいんですけど。 ソロとも忍者みたいな人ですよねのあのゲームでも、うん、AI 音声みたいな感じで出てくる、はい、そのコンピューター音声みたいな感じの音声で、うん、の方が先に決まってそれで同じあの役になったみたいですけど、ねうん、でこのソフォンっていうのはなぜともかっていうと、えっと、これはそのまああのえー 中国語ではジジーズっていうあるけ。要するにあの、えっ、ー、と質量の質に子供って書いて、質子って書くのが。うん、えっと、陽子のプロトンの陽子の、はい、別の言い方で中国語ではその質子って言って、ジズ。全く同じ発音で、その智子。 えー、もこを、うん、中国語で読むとピンイだと全く同じ発音になるっていうあ<ー>まあそれでそのダジャレですねそので知恵の子どもで、ま、賢いスーパーコンピューターだからっていうことではい、はい、この名前にしたの。 日本人の名前と一緒だったらしいんだよね。<laughs> <laughs> まあ、それでああいう風になっちゃったんだと。俺のせいではない。別に背中に刀を背負ってなくてもいいだろう。と思うんだけど。なんかその。たまたま、それが日本人の名前だったから。なるほっていう。まあね。作者は言ってます。<laughs> なるほど。うん、まあ、でも、あの、あの、本当に後半出てくる時は。はい。な、なぜか着物着て。あの。 和室で迎えるるとかかなんそううい場面があ全然絶対日本人でしょこれって思うんですけどいやだからその名前が日本人のたまたま日本人の名前と一致したから日本人のアンドロイドの肉体を持って登場する時にそうしのファン層で日本人で読者がみんな日本人でしょって言い出したんでそれに引っ張られたというか結構ファンアートで妄想 あの二次創作みたいな感じでこれがとも子だみたいなのを書く人が多く感じで龍翔先生結構なんかファンのそうことに結構従っちゃうっていうあ、ね、これさらにあの「団体 X」という別の人が書いた二次創作ではこの,にあのアンドロイド版のソフォンのとも子のモデル、うんうん っていうのが誰かっていうのもですね。特定されていてっていうか、バオシューっていう人が特定したんだけど。こ日本のエーブジョイだっていうこと。ああ、そうなんだ。ええ、言わない方がいい。言うと、あの、まあ、それはあのサンタエックスを読むと出てきます。なるほど。誰、誰、先ほどからチャット欄にその名前がちらほら出るんではい。そうなん。そいうことなん。一時、あの頃ね。ええ、すごいヒットしていた。まあ、売れてましたよね。 めっちゃ売れてた人です中国では別の名前でね。なるほど。まあそれは別にそれが二次創作の人が勝手にが勝手に言ってることなのでそれが正しいかどうか分かんないですけど広がりをそうやって見せていく。前の方向に。でもう一個これゲーム。 謎のゲーム謎のゲームですよね。これ別にこのオギーはほとんどかぶってるシーンを使ってますけどすぐキックアウトされてるんで彼女は全然やんない。写真がこれがかっこよかったって言っちゃっただけです。それはゲームっていうかなんていうかゲームとしてはクソゲーじゃないかゲームとしてはクソゲーだと思うんです。別にゲーム的なな楽しみは何もい 延々と説教されるだけ、うんうん、また死んじゃったじゃないのと言われる <laughs> 下手くそかみたいな <laughs> あの出だしのノンプレイヤーキャラクターのじじいとかも、いきなりなんかもう、これ、やんなくていいからみたいな感じじゃないですか、<laughs> うるせえなみたいな <laughs>、まあまあ。ゲームっていうよりは、参、ま、拝、ああのー、とはいかに大変なところなのかっていうことを教える、だから、まああのー、あれは基本的には。あのー まあなんか占領のための事前工作の侵略のためのスムーズに侵略を行うために侵略される土地、うん、<laughs> の人たちにあの侵略する側の事情を知ておいてほしい知っておいてほしいっていうためにあるゲームでなるほどじゃあしょうがないっていう <laughs> <laughs> 思わない <laughs> 思わないよ <laughs> あれだからあの二<だ>人がねあの誰だっけジャックと ンさんがあの二人だけ異常に夢中になっちゃってるところがこれは超あるやつだなと思わてやめられないよすごいオギーに「やめなさい」とか言われてるのにアイコンタクトしてやめないよでもあの子に言うとうるさいら黙っとこう」とか言って二人だけでゲームに入るあるあるですよねあるあるですねあるはね。基本的には辛い話をずっと見せられるみたいなもうですね。 さっきも舞台でもありましたけどやっぱり、ええ、あの一番ねあの見たかった真の始皇帝のところがちょっと,ょっと甘いなとそれがちょっと残念でした僕、ね、あとあのなんかあのそ,のそれぞれのルーツのなんか文明みたいなのが出てくるっていうのは,はい、はい、すげえ無理があると思ってめちゃくちゃ根血の人とか混血っていうかいろんな人のミックスルーツの人とかだったらど何が出んのっていう <laughs> あ<の>、まあ、それもあるんだけどそれ以上に、うん、これその。 完全にこのゲーム自体はゲーム規模なんですけど三体文明が作ったぐらいになってるじゃないですか。もちろんこういう設計図を送ってきてそれを作らせたんだけど体が作ったにしてはゲームがよくできすぎてるんですよ。できすぎてるっていうかものの例えを使って人間に教えようっていうのは。 そんなことを三体文明がわかるわけがないだろうっていう話が出てくるじゃないですか。はいそれまあでもこれどうやって作ってるかっていうの裏側が別に書いてるわけじゃないであの三体地球三体協会があの間に入ってまあ彼らが作ってる地球人向けに作ってるってことだと思います。シナリオは多分日本日本ってか日本地球側がまあそうですね。機械機械だけ機械もこういうの機械でゲーム どうやって作るといいんですよとか。ゲームってものを説明するのが結構難しいかもしれない。いやでも団体政治に。小説版ではその工作はこういうゲームだけじゃなくて、映画とか小説とかもいっぱいこう繰り込んでいく。だからあのすごい SF コンテストとかを団体人事本で団体人事本であのコンテストを開催したり、あの映画を作らせたりする。それはなんかすごい牧歌的な。 レールがすごい流行るとかねあとなんか宇宙侵略もの、えー、スター・ウォーズ的なあ,のあれもなんか流行ってたのも、はあ、三体矢の司、はあ、令だったみたいなるほど。があったりなあとなんかすごいあの電源生活を。あの テクノロジーを捨てて自然に帰ろう、運動をとかをテクノロジーいらないからねやらすみたいないろんな工作をしてる、まあその一環がこのゲームなるほどねでもその工作がなんでそういうものなのか三大臣は多分よくわかんないですよねわかんないから全部嘘なんだからフィクションってものがわからない人たちですもんねとりあえずバカにしとこうっていうことでしょまあそうですね だまあそれはそのどこまでが ETO が考えた地球三大協会が考えたことなのか三大人の指令なのかわかんないですけどまあその三大人を神と崇める組織がそのその侵略のお膳立てをずっとやってるとえこのえっとドラマの中ではこのゲームがそれをそ新メンバーをリクルートするためのツールとして使われているという。 ちょっと途中にミニゲームでレースとかできるやるっかもしてね。これでもすごいペンセント版と違うのはネットフリックス版ではツールの方ヘッドセットにすごいこう着目されてて普通だったらソニーとかロゴとか書いてあるがないぞとかっていう。 試作品じゃないのとかでいやいやでももう全部ちゃんと使えるからとかいうそういう結構リアルな2024年のリアルな感じができるあの天版では2007年原作でもそうなんですけど2007年のデータスーツみたいなものを普通のその VR グッズ市販品が使われてあなるほどゲームだけがあったんですねでもゲームもだから普通にその時あるゲームみたいな感じのゲームってことですね なるほど。だからそれが2007年ぐらいだからちょうどいいワンバイな感じになってるんですけど、2020年であのゲームっていうとちょっともうちょっと頑張れよっていう感じにまあどうしてもなっちゃうよね。まずだいたいあのアバター服選べないのもちょっとねもういきなり手落ちって感じですかね。なるほど。はどうなってるの？名前入れるところからやってもう大変でいつまでたってもわない。えっと原作では一応名前を入れるっていうなるほどところは。

より怒ららせるだだけそれれかこです出たた感動ししまね僕はこういうことあんなら先言ってよと思ってね本当にニコニコしちゃってこれは何か見るとねやっぱりあの。

原作、まあ、同じなんですけど「はい、ジェステンド・デイゴ」ーっていう単価を改装したところがあの第二高原基地っていうその本拠地になってるっていうのは全く同じなんですけどえっとテンセント版では悪い人しか乗ってないっていうことな,、うん、あなるほど。 絵に描いたようなナイフでほっぺたをペタペタ叩くようなそうういが乗ってんですね上半身裸の悪者誰が見ても1 0 0ル向こうからでもわってかるような人ばっかりが乗っててなんだっけ退屈しのぎに他の乗組員を甲板からマストから吊るしたりとか海賊だひどい人たちばっかりが乗ってるしかもパナマでその。 相当作戦をやる将軍かなんかの息子もそいつらに殺されたみたいないろんなのがあってこいつらは皆殺しにしても特に問題はないあんまり心痛まないだろうというやつっていうものすごいいろんなあれをしちゃって皆殺しにしてもいいっていう言い訳をしてるのにもう完全にねえねえトリスマ逆の方向にねえ逆に振り切りましたね逆に振り切りま本当ね逆に振り切りましたね こんなのネットフリックス以外ではできないでしょ。映画じゃ絶対に邪魔できない。あ、そうですね。俺、なんか不必要だと思いましたけど、僕は。だって、教室のね、あの、あの、子供たちの、なんか、かばんがかけてあるとか。そうですよね。いや、だから、僕、高いところにあって、子供は新調されずに助かるのかなって最初思ったんですよ。全然、下まで来てるじゃ。んこれはね、原作では、そういう、あの。なるほど。あの、作戦を、えっと、男子が提案した時に、あの。 えっとあわまワンあのダーシーが提案したときに、作戦の結構は昼間がいいなって言ってダーシーが言うんですよ。どうしてる？夜夜じゃダメなの？夜は寝てるから助かるやつがいるかもしれない。ああやっぱりなるほど。みんな叩しとけと。だからその子供だったらワンちゃん助かったかもっていうのはまあ確かにそうなんなるほどだけどもうそんなの容赦はなかったね。そうですね。僕はあのそれよりあのナノナノ線ナノワイラーを 止めてる棒の土台がどうなってるのかのほうがそれは原作では結構ちゃんと書いてすごいいところに手が届るすごどどういうふうにしていくらんでも負荷がかかねどういうふうにしてあれが作られてるかっていう話はすね。綿密に出てくるのででもあのぐらいスパスパ切れるんだったらあんまりかかんないかもしれない確かにそっかそっか。 バターみたいに切れちゃったことだから。確かにね。いや、あ、そっか。ぎゅ牛ってなんだっけいいんですもんね。そうそう。確かにな。危ないものですね。切れすぎでしょ。危ないものですね。すげえ危ないなと。ち危ないよね。危ないですよ。あんなもん商品化してどうしようっていうのは危なすぎ。ただあれってあのデータを無傷で手に入れるための方法としていろんな作戦が提案された中で、まあこれしかないっていうことになって決まるわけだけど、いやどう考えても無傷で手に入らないですよね。 っていう話で、うん、でまだ、テンセント版とか原作では2007年の話だから、ワンチャンは、まあ、ハードディスクって言ってもギリギリ、うんまあ、あの時代、2007年だでも、ちょっとハードディスクは無理があると思うけど、2024年の話にしててあの、データがハードディスクとかでとか言って、うん、なんかこんな、<laughs> なんかこんなの持ってましたね。<laughs> 赤いやつに全部のデータが入ってるとかっていうの、ちょっとどうなのク <laughs> クラウドクラウウドド、うん、確かにね。うん まあ、そこはちょっと苦しいなって。あれが、その無傷で、うん、無傷で残ると思わないでしょ思わないですね。だってな、な、えー、無傷で残るものがゼロですから。<laughs> 状況では。あの、<laughs> あれ始まった時に、あれ、まこれ後で回収するんだよねっていう。どうすんのかなって。いや、どう考えても、みんな燃えてるよ、ね。うん、まあ、燃えてますね。すなるほどな。まあ、そこは、厳しい 苦しいけどでもあれをじゃあやめるかっていうとやめるっていう選択肢はなかったまあ第一部の最大のねクライマックスですからねあのためにワンメオがそもそもナノマテリアルセンターのつまんない名前の会社のいやあれあれもびっくりしたなあまやっぱりあれね見てやっぱり人間は滅んだ方がいいかもしれないと思いましたちょっと思いますよねでもあれってだからそこをその いかにひどい行動かっていうことをネットフリックスまでは強調することでまあなんていうか「浜坂オッペンハイマーとも響き合う」みたいなそうですよね。ってい技術が悪い目的に転用されてしまったと言ってましたもんね政府でもねだからそれは本当にそうだなと思ってだから自分作ってる時とは関係なく使われるなっていうね話があったんでなんですけど。 まあでもやっぱりね、本当、ここに来てまたね、ギロチンワイヤーに逆光が当たる日が来ると。みんんななギロチンワイヤ好きだよ何以来、ゴーストシップ以来かな。いやいや、悪の法則以来。悪の法則かそうだそうだそうゴーストシップ悪の法則とかが二大巨頭だったここに来て、すごい、すごい、とつもないでかいのが来ました。確かにでも、クラウドに上げたからっていうと、やっぱりどこかにハードディスクがあるんじゃないですか。 で,しょでも分散されてたら1箇所にないんじゃない 1> 1箇所にない、うん、いややっぱなんかああいうふうにして持ってるっていうセンスは、うんはい、今の感じじゃない確かにね,ね<う>レイヤ姫がデススターの石鹸像みたいな話じゃないですか <laughs> そうです、うん、まあでもやっぱハードディスクに戻っていくんじゃないですかだってローグワンでもまあ,あれってハードディスクって何かすごいこう、うん、なんか物 <laughs> <laughs> 最初、だからちっちゃいデータしかないかと思ったら、なんかペタ、ペタバイトのペタバイトだったみたいな。あれですよね、昔よくんかんないものにセットして読み取れてるけど、うんうん、何なんだよ。どういうデバイスなのか説明しないそうそう。あれ、昔あったなんだっけあの嫌がらせで、フォトショップで、なんかね、あの1万かけ1万ピクセルとかの<ー>真っ白の画像を作って、<ー>で、保存して、 圧縮するんですよ。そうすると、全部真っ白だと、1K とかになっちゃう。で、それを、は、あの、なあの、フロッピーに入れて、相手に渡して、回答した瞬間クラッシュするっていう。なんか、それを思い出しましたね。そうそう、あの、ああいうのは、回答するとやばいんで、気をつけたいです。はい。気をつけてください。はい。さらに。はい。はい。これ、最後、物語、最後に出てきました。はい、はい。はい。智子が。ね。 あれしてね、これはあのい,い,いい話だなって言って、要は、とも子さんがあの盗聴してるというか、盗聴でもない見てるんで、すべ、うんはいえー、てを見られてるんで、うん、じゃあ,あの、もう人間のことはすで抜けか、いや、脳の中身は見られない、うん、うん、でいうと、あと、三大人は、あの嘘をつけない、うんうん、そうか、いや、人間の力を見せてやろう、嘘をつ,て <laughs> 嘘をついてやろうと。<laughs> いバカかっていう。バカかいやいや、有事金って基本バカかっていう話なんで、僕はね、大事だと思うんですバカかっていうのをやる。で、これ、僕、原作だと4人なんですよね。はいですけど、これが3人になってて、だから、それがちょっと、えっと、だから、あのだ行司が中国人じゃなくなってしまったので、一人中国人の面壁者が用意されてて。 あのなんだっけえっとあの人あの人がそうなのかなあのあなんかレディアスレディアスあのそうそうあのベネズエラ大統領だっけレディアスあのチェゲーチェゲールみたいな水爆大好きな水爆大好きしょうがないっていうの出てきてそいつがすごい好きだったんで本当に水爆作ることが夢なのいやいや大好きだ本当やばいやつなんですけど。 いやもうね彼の計画はすごいそうそうあれがね大好きであれ計あれなくな彼出てこまああれ中国人がやるんですかねわかんないんですけどわかんないねまああの計画がねあの水爆大好きっていう水爆大好きだから水爆いっぱい作ろうっていうすごい計画なんですけどまあそれによってどうやってねあの反対陣の侵略を止めるかまあそれはねすごいなっちゃうと悲しいなうん。 僕の考えたすごい計画。僕の考えたすごい計画一番まあで、これ、免疫者もだってね、これ言わなきゃばれないじゃん計画ですもんね。確かに。いいよ、じゃあ言わないから。これはだから、一番ね、実は免疫者の話が、ところが盛り上がるんですよ第2部で。なんで、これがちょっと今後、このシーズン2ではですね、ぐぐぐっと絶対盛り上がってくると思うんで、やってほしいんですだからあのね。 他の人は一生懸命真面目に、面壁計画を考えるんですけど。はい、ええー、第二の主人公、あの、ソ,ソウルデュラント。の人は、はい、えっと、ほとんど。ええーま、何もしない、僕は。まあ、あれでも、あの、ネットフリックス版でも拒否したじゃないですか。やらない。うん はい、わかりました。なって言われちゃって。で、本当にもう、なんかもう過ぎ放題、まあ、大石蔵之助のような。なるほど。ほうとう三昧の限りを尽くすみたいな。感じになる。なるほど。で、もう、あの、夢の恋人連れてこいみたいな。しょうもない。という、いう感じになっちゃって、もう、本当に、こいつはどうしようもないとか思われていた。けれど。実は。実は。なるほどね。っていう、まあ、その、王道の。いい大石蔵之助そう。そう、大石蔵之助なんです。 これだって選ばれるだけ選ばれて何も考えてないやつとか言ったらどうすんだろうと思ったけどそういうことになるんですよねこれからね。はいてばだなみたいなやっぱその敵の裏を書くにはだからと思わせるところが一番という本当に何も考えてなかったみたいなでも一応ねその知事その何のための計画とかは言わなくていいっていうのがもうね無き法案でプレーンを通過してるのでまあだからもう。 どんなめちゃ無茶な命令を出しても、これは計画の一部だ。これが流行語になるっていう。ああ、そうなんです小学生とかみんな言うと入る。なるほど。いいな。で何でも言うこと聞かせようみたいな、そういう話になってくる。なるほど。言ってバカにされたんだけど、はい。っていう話。これもこの後、この後生きてくれる。はい。 え質問というか疑問が来てますプーちゃんさん、はいはい、ネットフリードラマで疑問に思ったこと1ソフォンについて、はい、地球のソフォンが得た情報は母性でも同時に得られる離れていても関係ないと語られていましたがなぜ同時に情報が伝達されるのでしょうかこれはあの SF でよくある、はい、量子もつれという、ね、ンン量子エンタングルメントという、はい、えまあそれで情報のやり取りできるかというと疑問なんですけどまああの どんなに離れていても、まあ、高速の壁を越えて、うんえー、情報が伝わるというか、えー、電子のスピンの向きがそ,そうですねだからもともと一つだったものを分けて、はいえー、遠くに持っていくと、うん、あのこっちで起きた変化がスピンの向きの変化がこっちでも同時に伝わるので、えー、超高速で通信ができるのではというふうに、まあ、SF では結構あの便利に使われている高速なるほど。 高速通信システムがあって、そのために、ソフォンは一個ではダメで、二個。二個で一組。なるほどね。それを何組か作って、あの情報をやり取りしてるっていう、まあ、設定です。はあ。考えられてる。だから、最初は高速で送るから、何、何年、四年ぐらいかかるんですけど。もう一回、一回、一貫。い、つい。たどり着いて、その。とも、ともこ、ソフォンフォーメーションっていうのができちゃうと、もう、そこから先は、もう。 完全にリアルタイムで、うん、ええー、筒抜けになってしまう。なるほどね。そういう設定です。なるほど。そうだから、そのめっちゃちっちゃいから、超早く、だから、先、先行して送り込むことができたってこと、ね。うん,う,んう,んうん、うん,うん、うん。まあ、高速で。速でなるほどね。うん、はい、プーチャンさん、分かったでしょうか、その二。うん、はい、ソフォンによって、地球のあらゆる電子機器がハックされているのに、なぜナノ繊維等の侵略において。ええー、七千と、侵略において、都合が悪い研究のデータを破壊せず、中止。 させたんでしょう。従わなければ、研究者を粛清するぐらいなんだから。データ破壊の方が手っ取り早くないですか。自分たちがその技術を使いたいなら、事前にソフォンを通じて、データは得られるでしょうしという。えっと、これはですね、はい、まあ、ソフォンは別に万能ではないんですね。はははあの、えー、っと、素粒子、あの、粒子加速器の中に入って。まあ、粒子加速器ってちっちゃいものが行き来してるんだから、干渉しやすいんだけど。うん、物理的なものが動かせるわけではないので、うん、まあ、何でもかんでも、うん、あの。 人が殺せるとか何、はい、とかできるっていうのがわけじゃなくてその、えー、できることはまあ限られてるのですだからこそその、えー、例えば暗殺とかを頼むは人間の下請けにやらせるみたいなことっでなぜそのナノマテリアルのプロジェクトにあんな無縁な方法で暗証したのかについては非常に、まあ、よくわからない。<laughs> うん まあデータ破壊はできる気がする。ただまあ、その単純にそこまで、<あ>えっと。なんかね、ソホもそんなにね、深く考えてるわけじゃない。まあ、コンピューター、AI なんだけど、<laughs> うんうん、そんなにその、なんだろうな、あの。くくこれからこ,こうして、こうなってっていうのがあるわけではないような気がしますね。まあ、あとはいろんな科学者の、<laughs> その、まあたり、でも、でも、本当に、本当に、あの。 地球文明を崩壊させたいんだったらあのさっさとねあのパソコン全部、まあ、データをいじくっちゃえば済むことではあるんで、うん、そこら辺はどうなのと思いますけ、ねうん、どね、うんまあ、全部いじくるのも大変大変、まあ、だからピンポイントでこのいろんなその科学者のを操作するっていう、まあ、そっちの方が大変っていう考え方もあるんだけど、まあ、それは、まあまあ、誰が作戦を立案したのかっていうのがよく分からない。の,、まああの 結構おまぬけですからねね、うん、三大人たち、ね、でもなんかその考え方によってはその最先端の物理とかなんかだったらその一番よくその一番分かってる人を殺したら確かに遅れそうだなっていうのは機械とかデータ壊すより、うん、だってその人間が生きてる限り、はい、その人はまただってその考えがもうあるわけだからそうすると継続してできるのかなっていう考えはなんかあるのかなとかちょっと思いながら見てましたよね。だからまあ小説ででは一応その基基礎礎科学、うん、基礎理論で、はい、あの 重大重要な発見をする人とかまあそういう、うん、あの基礎をやってる人に介入してるっていう設定なんですけど,どだからえー、とアメアは僕はその応用科学をやってるだけなんだから<ー>そんな標的になるはずのおかしいみたいなことを、うん、まあ言うんですね。まあでも実際にはそれは実はあのその後、えー、第2部以降ですけどまああの,ナノ,テクノあのナノ繊維テクノロジーっていうのは結構いろいろ。 宇宙とかにも聞いてなるほどね。だって普通に政府の人まあ多分これ軌道エレベーターによる宇宙進出を遅らせたかったんだなっていうふうにまあ多分思うんだろうなという感じですけどまあでもそれは理由は言わない中国当局と中国式の団体のおぼしめしというのはそのなぜとどうでも。 答えもまず返ってこない、うん、なるほどねはいまだ質問があるんですよ樋なぜ3体は自分たちの進化スピードが遅いことをバラしたんでしょうか嘘はつけなくても隠し事はできるでしょう <laughs> まあ正直だからあるんですね深、うん、まあだからそれを隠すっていう発想があまりない、ね、ないよね 時間かかるんでって話じゃないですかとりあえず自分ら行くまで時間かかるんでそれまでバカでいてくださいっていうことでしょ三大人としてはポイントはねでもそれはだからそれをオブラートに包んで言ったらできないってことですよねそのことはもうだんだん学習してくるんですよああ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  あれで切れちゃったからもうその話はあんまり学びたくないのかと思ってたけどあるいやあのね三国志演義とかねああのの地球から送ってるからそれを一生懸命こう読んで研究してるんですすごいそうなんだ暴力謀略がされてる孔明の罠とかをやばいそんなの送っちゃダメじゃないですかそうなんだもっと筋肉マンとかにしとくよ男児と男児 いやいや、征服してほしいと思ってる人あそうですよね。食ってるから。なるほど。はい。あとネットフリックスはなぜ日本語吹き替え版を制作しなかったんですか。何ですかね。ですか。ねえ。もう日本語版で見ようと思ったらなかったね。見よき替えじゃないから見ないっていう人結構いるね。ああそうね。制作してると。うん。後からでもいいからな。作ってほしいですね。確かに。吹きね。はい。なんかこんな言語にっていうのが結構吹き機会あるのに、日本語がない。一つ日本語がない不思議です。うん。 どういう ?5 番の吹き替えを作るのコストがすごいとすると時間がかかるのかもしれない。そうかもでもよそでできてるんだったらできるような気もしますが要求するクオリティが高いっていう下手なもの作れないからじゃあいいか。確かにそうかもしれないですね。確かに。シーはお塚かが気分がいい。 ではシーンですで何 <laughs> だよそれ <laughs> 大塚ののでですすす、はい <laughs> はい、さあこちらと事件んかっていう何だろう、ね何はい。三、はいはい、体は「絢竜による英訳版」が14年に出版、はい、2015年「9号章長編部門候補作になりましたと」と、うん、当時 SF 作家ラリー・コレイヤが始めた「サッド・パピーズ運動」が9号章を揺るがしていたはい。 うん、サッドパピーズは、えー、SF 界がフェミニズムに乗っ取られ集合賞が政治的正しさに基づいて賞が贈られ異性愛の白人男性作家が礼遇されていると主張し推薦リストを発表して集合賞に組織投票を呼びかけた、うん、偶然にも15年はこの組織投票が最高潮に達した年であり、うん、推薦作が全てサッドパピーズ推薦作に、えー、占められたせいで、うん、結果受賞作なしになった部門がいくつも出る始末。 3体はテーマ的には文化大革命の悪も出てくる本格宇宙 SF だが書いたのは中国人で翻訳者はリベラル中国系作家というサッドパピーズ側にもそれに反対する側にもアピールするところも受けないところもある複雑な作に立たされ<ー>その巡り合わせの中で受賞することになったなるほど、まあ、結局だから長編部門あ短編部門とかは全部サッドパピーズの、はい。 やつがなっちゃったんで、候補が。うんうん、で、誰にも投票できないっていうんで、あの受賞作なしになったのは、候補作がそうなっちゃったからそうですね。す<ー>だから、受賞作なしにも投票ができるんですよ。だからその、そういうその組織票運動の候補作ばかりになった部門については、もう、反対する人はみんな受賞作なしに投票し、うん、なる。 個別の作品に投票された票数を上回ったので、自創作なしになってしまった、ううかだからそういう部門が多かったんですけどね。多かったで編、ねえーまあ、部門は幸いというか、えっと、ただ2作ぐらい、そのまさとパピーズのし推,し推しのやつが入ったっていう状況だったで,、えー、で、5作のうち2作ぐらい入ってて、で、まあ、その中で、どうするっていうので、まあ、あのなんか辞退した人もいたんじゃないですかそジスコルジーとか多分 人男性だからといってこの白人男性の作品だからといってとかその著者は別にこの運動に賛同してるとは限らないで勝手に押されてるより俺たちの仲間だみたいな会話をされてみんなでこの人に入れようとかって言われちゃった人はそれで有力候補が降りたっていうこともあって浮かび上がったというね。しかも 内容的にはそのハード SF なんで、うん、しかも割と分かりやすい制服ものだったりするわけで、で、まあ、そのサートバピーズ的な,もなあの SF、なんだろうな、あの本格 SF っていうか、まあ、復興 SF みたいな、はい、そう、そういう、ねまあ、運動だったんでも本当に あの集合賞なんてのが白人の SF サッカーの賞だった白人男性の SF サッカーの賞だったのがまあだんだん変わってきちゃったもう候補作の段階からその女性とかえっと SNC が違う人たちが多いねまあそういうふうになってきちゃったことにまあ反対してるから龍二賢ってのはまあ中国だからなんかよくわかんないけどまあ小説はまあ見どころがあるなるほど上から 面白いんじゃないか、ね。まあ、だ結構複雑な感じだったんですけど、えー、まあ、その中でまあ、優良がなくなったっていうこともあって、まあ、浮かび上がったっていう感じ。なるほどね、うん。サードパペーティなんて悲しい子犬でやってんですか。うそうです。これはあの、なん、だざれで、あの、なんだっけ、えー、子犬なんかそういうその可哀想な子犬たちが、あの、泣いていますみたいな、うん、C M 公共広告機構みたいな C M で、えっと、なんだっけ。 この子犬工場みたいなものに対する反対するみたいな CM、うんあのー、が流れていたんだけど、えーえっと、なんか女性の作品とか、あのー、よくわからない国籍の人の作品ばかり、つまらない作品ばかり読まされて、うん、子犬も泣いていますみたいな、うわ嫌な感じ <laughs> やな感じですね。のあれで使われて、あだからそのサットパピーっていうふうに、ん。 あの自分たちがそう呼ぶようになっ、ね、て<ー>2015年でこの事件ってまあなんかあれっすもんねそのなんだっけゲーマー系とちょうど宅の宅の,の男性優位主義って。 はい、インセル的な。一気に。そうよね。なんか盛り上がってる時期だったんですよ。なるほど。あっちのリメイクゴーストバスターズがぶっ叩かれる。こいつらがぶっ叩かれる。もうその頃でしょ。あ、それがその頃か。盛り上がってたな。ろくなもんじゃないですね。あの頃ね。そっちのゴーストバスターズのツーが見たい俺は。本当よ。本当、本当、本当、いいよ。ビルマーレは違う。でも、結局、その英語賞の中で長編部門っていうのが一番。大きい。はい、はい、はい。あれ、ミッシで言えば。さ うんうんええそういうそのまあ一番花形の部門なのでまあそこがその翻訳作品に与えるって普通なかなか考えにくいで基本的にやっぱりその表彰賞ってえ世界 SF 大会にまあよく来てる人とかそういう人たちがあの人気投票ですか人気投票なるほどねその大会の参加者があの投票するのでよく知ってる人にまあ行くとええ票を入れてええ まあもちろん作品のね評価もあるんだけど、その作品の評価だけではなくて、SF ファンの間での人気みたいなことがあるので、なかなかその普通に考えたらその海外作の人が取るっていうのは難しいんだけ、うん、ど、今回、この回はすごい,そうい,ういろんな巡り合わせがあって浮上したっていう,いうな。なるほど。まあ 運命の運命的なに選ばれたんだなっていう歴史が変わったという感じ侵略に備えて三大聖人が裏で糸を引いてたじゃないですか全ては三大聖人の融合だったかもしれないですけどねはいでですよはいこちらでございますその劉通信さん63年北京生まれですからはいこれね劉通信ってあの まあ、あのピンインで読むとそうなるんですけどあの英語のスペルだと、うん、LIU に CIXIN、うんはい、普通通信とは全く読めない、はい、ピンインの規則で、まあ、通信っていうに発音するんだけど、うん、えだから <laughs> ベイオフとワイスも、はい、一番最初の、うん、えっとネットフリックスで、えー、ドラマ化シマス発表の時は。うん 作者の「竜獅子が」とかって言っててお前作者の名前ぐらいちゃんと持ちうよっていう感じになってでも今の流れてるワックステージインタビューとかではちゃんと「竜通信」どで結構ね「竜通信」って読まない人が多いので全然いろんな読み方がされてるシクシンとか読んでるねそう書いちゃうから。 なるほどすごいですねアイディア重視でスケールの大きな本格 SF 確かに。なもうだから本当に、うん、あの昔の SF が出、えーえー、特に「2001年1の旅」がものすごく好きっていうので「フ、ま、ァ、あ、ストコンタクト」っていうところにもあり得てるしあのア,シアイザック・アシモフの「ファウンデーション」とか「はい、まあストサの日本沈没」とか、はい、そういう、まあ、昔のスケールの大きい SF の影響っていうのはすごくありますね。うんうん はい。で「ル・テンルルロウ・地球」という作品を2000年に発表短編なんですそうですね今無料でえっと角川のサイトで無料公開してますね翻訳がはい。も短編なのではい。まあすごいすごいまあすごい短いってこともないけどまあ結構短い短編でえっとまあそのそれは要するにあのヘリウムフラッシュ太陽がまあ大爆発を起こしてええ 地球が滅ぶ未来というのが予測されてそ,のそれに備えて、えー、地球が地球人を救うために、はい、もう太陽系を脱出するしかないっていうことで地球にエンジンをつけて、えー、おうおう知ってるなその感じで。でもみんな「陽性ゴラスか」はい、って言ってきたわけですけど、はい、あのまあそういう設定はでもあんまりあの原作ではむしろ、まあ、うんその。 映画はでもまあそういう話ですよね、えー、かなり妖精ボラスっぽい感じになって、うんえー、でっかい精打ちとか出てこない、まあ、小説は怪獣 <laughs> <laughs> 出てこないなるほどね小説はでももうそのそこで時点まず地球の地点を止めなきゃいけないって地点が止まってるところでそのそういう時代に育った子供の話へぇなるほどねなんか小説はもうだってあの太陽系出てるんですよそうそう いや、とっくんじゃなくて、あの、一応、いや、なんかその、よく分かんない、そのものすごいエンジンとかも、とっくにできててっていう。で、改装のシーンがその子供時代の話から始まって、その子に、あのその修学旅行じゃないけど、先生に連れられて、地球エンジンを見学に行くとかね、そういうシーンがあって、で、いろんな、あの、 大変なことがあった挙句く、こうやってその。太陽系を離れて、流浪してるっていう、まあ、結構。ポエティカルな。なるほど。なんですけど。えー、どだから地球版のスペース一九九九みたいなことですよね。そうですね。すねはい。すみません。のその太陽内部はどうしてるんですか。はい。光。ああ。えっ、ー、とね。なんだっけ。なんかあるの。

意外と泣ける S.F. なんなるほどね。とかそのポエジがあってっていう。でもそんなに長くはないですね。短いです。今無料公開してます。はなんか映画はいろいろその。映画はもう完全にあのいろいろね。アルマゲドンとか飛んでる感じで爆発したりそういう映画になってまさに爆発 S.F. になって。えっとだからえっと一作目のルテンの地球はえっと木星 木星に接近しすぎてなんか衝突症になるのをなんとか、えー、家族の力でみ <laughs> <ー> <laughs> んなの力で助ける救う地球を救うみたいな話ですね。<laughs> とで、えー、っと今公開してる劇場でやってる「ルテンの地球、えー、太陽系脱出計画」っていうのはそれの前の話なんですよ。 前のやつを見てなくてもそれより前の話なで、うん、あので全然大丈夫ですけど,なるほどね。ただそのだから全然原作とはかもう関係なくなっちゃってるんだけどただあのリュウシキンも一応エグゼクティブプロデューサーに入って、うん、制作チームに入ってるのでいろんなでもうすでにリュウジキンリスペクトの人たちが作ってるから、うん、いろんな他の作品のエッセンスとかが投入されていて。 結構見るとすごいこうあっ龍磁っぽいない <laughs> 本当にあにそうそう人工知能のあのえー、っと人類が助かるための方法としてそのアンディ・ラウが出てくる側の話っていうのは人格の、うんえー、ソフトウェア化の話なんです、ね、ああなるほどでそれはそれでその2つの計画がまあ1つになるみたいな展開があるんですけどうん、うん、面白いですよね、えー、なるほどねはい こちらはいあとおさらいまあ三体一二三部がありつつのですよすごいですね全世界二千九百万部売れたずーっと二千九百万部って言ってるねそうですよね <laughs> もうちょっと売れてんじゃねえ三千万部いやだけど日本だけでもう百万部ぐらい、うん、はいはい百万部超え、うん、いやまだ超えてないんですけど、えー、もうもうすぐ超えるはいはいはいまあそのぐらいなので、はい、えっとまあ三千、はい これが2900万部が正しければもうすでに3000万部を超えてるはずどね。まあずっと2900万部そうですよね書きながら気になってでも公式にはこれ以降更新されてないこの数字は世界累計部数っていうのすすごいででねこの一応その3作が3部作で3体と国安森林と新衛星の第3部なんですけど まあその前日短として、そのサンタより前に書いていた、救助宣伝という、まあそサンタに出てくる、ネットフリックス版には出てこないんですけど、ディン・イという、あのイエフエンジェの、えー、娘さん自殺、<ー>最初に自殺してる最初に自殺した人か、うん、あの人の恋人、うん、の恋人。うん、なるほど うん、まあ年齢が違うんですよね。ネットニュース版だったらスーパーカミオンデに飛び込んだ人ですよね。でもあの人はれ2024年時点であの年齢なんだけど、うん、えっと2007年2006年ぐらいのもうちょっと若い時代の彼女との恋婚約していたっていうことですね。うん、まあ名前も違うんですけど。 毎回サブタイトルがかっこいいですよね。でも四字熟語。これはでも原作のタイトル。かっこいいね。三対ゼロっていうのは日本で勝手につけたまあ勝手につけたって一応許可はもらいました。冗談で言ったら本当に三対ゼロになってしまった。るほど。前の話だから三対ゼロでいいんじゃない。三対とつけるとつけつけないかですごい売れ行きが違う。シリーズじゃないと売れない。じゃあ三対ゼロで。 たら本当になってしまったのでびっくりっていう感じですけどまあでも実際その話はつながってるし「えっとその北款森林」のその面壁計画ともつながってるあと3対0を読んでからだと3対の一番最後の方に出てくるあるシーンがどういうことだったのかってネットフリックス版的なつながり方をするので読むかこれも読もう。はいま 単純にまあ結構面白いですけど。なるほどなるほど。うん、一つにあのワンアイデアで突き進んでる話なので。うんうんうん、なるほどね。ここまでが三体シリーズということで、ね。そうですね。はい。で超新生起源はい。これはあの大人がみんな死んじゃった世界で、えー、子供たちだけが好き放題にしたら何をするかっていうのが<ー>まあすごい。それで普通想像するようなことの、まあ。 なんか35枚増しみたいな、めちゃくちゃなことになるっていう。なるほどね。非常にスケールのでかい、ハエの王みたいな話なの、これ。これは、ハエの王がね、もう、すごく国家的に見える。え、本当ですか楽しそうだな。楽しそう。読みたいですね。 男の子はみんな軍事オタクなんですよ、この世界で。なんでなるほど。まあね。子供たちはみんな大人たちが残した武器とかを。ああ、これで何でもやりたいぜ。ひどい刃物じゃないひどいことないそうですね、ほんとに。難しいね。子供だから戦闘機はなかなかね、うまく乗れないこういういろんなことをやってみるんだけど、扱える武器と扱えない武器があってみたいな。 ちょっともうヘンリーダーガーみたいなやつ、こうやっていくと、ね。すごい。あ,あ、すごいな。うん、な、ま、ん、あ、そういうとこありますよね。えー、あと、すごい気になるやつがあるんですけど、白亜紀、王。あ,あ、はいはい。なんですか、これ。アリ文明と、恐竜文明が頑張れてない。これ、頑張るわけじゃない。<laughs> <laughs> <laughs> これは、あの、えー、っと。恐竜が、恐竜はすごい、あの、脳も、大きかったのに。はい、なぜ、その文明を発達させられなかったかというと、手、うん、先が不器用だったから。 ちょっと,とちっちゃい,短いしね恐竜にすごいつきような手があったとしたらっていうのを考えた時にアリと協力して、うん、アリが恐竜の手足となって恐竜の考えるビジョンをアリが実現するみたいな感じで恐竜とアリがあの総理共生関係で、えー、一緒に文明を発達させていたら、えー、白亜紀にすごいアリ恐竜文明ができてたんじゃないかっていう話。うん えっこれこれすみませんこれはだから人間は出てこないんですよね出てこない一人も出てこないすごいそうなんだ感動的ですね素晴らしいそうなんだありと恐竜の話なんだこれはいいになりましたよこれはいいなねうん長編なんですねこれねそうですねま元々そのえっとまあ子供向き子供向きでもないまあおとぎ話的な感じなのであのだからかなり短い長編ですねこのなるほど。 まあそのほかにも短編集がありますよと先ほどのルル老地球だってなんですか老老介護じゃない老心介護っていうそんなのもあるんですね。す神様はねあの老後の面倒を見てくれと <laughs> お前たち作ったのは明日。迷惑な話ですね。老心 <laughs> <laughs>、ね、<laughs> 介護で間違ってなかった気が。<laughs> はでもな何億と降りてくるので。<laughs> ああ迷惑。な中に一人神様を養わないわけなくなりま最悪ですね <laughs> それ。最悪んうん。面白い。 ちょっとあれしましょうか皆さんあのご覧の皆さん一回ちょっと休憩を入れましょうかあ、はいえー、3分半ぐらい45、うん、分で帰ってきます <laughs> 微妙なはい、はい、ちょっと皆さん一旦おやす、ええー、休憩を入れてまた再開しますねはいということでございますすぐ帰ってきます ということで帰ってまいりました。ということで3体まだまだ情報はあるの。いくらでもあるよネタね。ちょっとですから今回ネットフリックス版ということですけどもここまでの映像化っていうとこ振り返りたい。いきなりこれだ。お蔵入り。作ったは作った。 俺だか2009年にもうすでに映画化権を買いたいっていう人がいての監督の、うん、えっとジャン・アンファンっていう人と、うん、まあその奥さんがなんかシナリオライターで、うん、なんか最初にあのサンタを読んでこれめっちゃ面白いから映画化権買ったらみたいなことを言って。うんうん で200万円で売ったらしい。<laughs> まだ全然ベストセラーになる前、ねそうそうそう。10万円、1万円、2009年だからまだ私信衛星が出る前で第一部第二部が出てる第であ<ー>まあもちろん英訳も全然出てないし、うん、えっとなんか結構他の短編は映画化券がいろいろ売れてたんですけど、三、うん、体に関しては映画化の話でも全然なかったらしい。大変そうだ。もう終わるからっていうことかもしれないですけど、あ劉さんはその <laughs> じゃあ。 映画化したたいって言ってて言きた最もの人にこだわりがないからねこだ, <laughs> こだわりないからねはいはいいいですよみたいなでそのテレビ化権、映画化権とテレビ化権を一緒にして200万円で、はい、10万円で売ってしまったらしくてあ <laughs> まあそれででもその買った人たちは一生懸命自分たちで映画化しようと言って私たちが映画権を持ってますって言っていろんなところで出資を募ってですね でまあ、実際にユ<の>ー,ーズゲームズっていうその、えー、大きなゲーム会社、まあ、その後ちゃんとその3体の、えー、三体宇宙っていう会社を作った、うんえー、ゲーム会社があるんですけど、まあ、そことかから出資を募って、うん、まあお金はもらって35億円ですか、まあ、すごいお金を集めて、うん、まあ作ったんです。で作って全部撮影も終わって2015年に撮影が終わって。うん 全部完成して、はい、え全部完成してるから、まあ、全部取り終わってうん、うん、あとはポストプロダクションだけっていうことででなんだっけその600人600人中の人を雇って <laughs>、うん、あのー、まあこれあの CCTV でなんか取材されてる映像が YouTube にありますけどか確かにねすごいスタジオでなんかみんなコンピューターに向かって何,、うん、何百人も働いてるみたいな映像があって、うんうん、まあだから実際そのポストプロダクションまで行ってた 2016年公開っていうここまでは出したんですけど、はい、で出来上がったのはまあどういう経緯でクラになったのかも全然分かんないけど、うん、中国当局の何かでそういういこか。<laughs> まあ一説によるとなんか政府の高官の参拝ファンの人が見て<ー>こんなもので公開するわけにはいかんと国の恥だと言ったかどうかは知らないけど。<laughs> <laughs> 知らないけどとにかくこれなものを公開するわけにはいかんって考えればその判断は正しかったと思いますけどここで出来上がってたものを多分クオリティの問題で仕上ががり公開無期延期にしてでも直しても大してよくなりそうにないと思ったのかどうか分かんないんですけど中国って本当によく分かんない理由で公開できなかったりあと急にプロダクションがストップしたりしますよねそれこそ。 なるほど、ね、じゃあある意味まあ中国当局のっていうのは間違ってもらえないということですか。<laughs> どどどういうういい権限ででストップしたのかか全然んんないんですけど <laughs> で仕上がりの問題ってことねそう多分仕上がりの問題、はい、紹介しようと思えばできるところまでは言ってたみたいですけど、ええ、まあでも面白かったという話は聞かない、うん、<laughs> なるほど面白かったという話は聞かないんいで一応あのちゃんと別にその原作をめちゃくちゃに改変したとかそういう理由ではなくて原作をなぞるようなえ映画化だったみたいですけど。 まあ、別に、その、ポロフスキー版のジウムみたいなことではなく、一応ちゃんと。なるほど、なるほど。ちゃんと作った、吹いただけではなくて、作ったけど、つまんなかった。つまんなかった。はい、はい。ということでございます。で、こっちが評判良かったですね。そのジね。割れてきたん。割れてきたん。これは、あの、あの、マインクラフトの、あの、開発環境を使って、そのレゴブロックみたいな、マインクラフトキャラですね。 動くという、まあ、完全にあの最初はもうファン,、はい、ファンムービーとして出発してまあ実際1話とかはまあ相当これどうするのみたいなでも話はでも結構すごいめちゃめちゃ3体好きな人がシナリオを書いて作ってるので話は面白いけど、まあ、絵的にはまあこれを初めにちょっと見るには辛いみたいなあのマイクラそうそうマイクラアニメだけどまあでも。 えっとこれがすごいネットで評判になって、はい、まあサンタ X もそうですけど、うん、結構もうその同人コンテンツみたいなあの二次創作的なコンテンツがすごい多くて、うん、まあこれ以こ外にも「水滴」っていうなんかもっとアート映画風のえ自主映画があったりするんですけどこれはもうそのちゃんとそのストーリーをなぞってえ作った作品で。えー すごい受けて一部でめっちゃ受けた。話で<何><何>どこまでいくんですか？これはえっ、ー、とアレキサンダー篇一作目。一作目その後だ第二シーズン第三シーズンとかなりその編集してえっ、ー、と、えー、第二シーズンが一応ロージー編ロージー伝、はい、ロージーイデン第三、えー、シーズンが、えー、ジャンジャンベイハイデンっていうはい、はい、あの。 えー、これも中国人気のキャラクター、うん、さっきねあのキャラクター紹介ではしょられましたけど実はあのネットフリックス版3体にもちらっとちらっと出てくるっていうかえー、っとあのえー、あれですよあれの恋人あの,あの軍人の恋人,ですかの恋人のインド系の人っていうのがラジ,ラ,ジラジです。 役割とししてはジャンベイハイらしいんですけどど、うん、なるほど、えー、そのジャンベーイ,イを主人公にした勘、えー、っていうのがあってでまだ、えー、っとだからルオジ、えー、っと国安森林の話を、まあ、第2シーズン第3シーズンでやって、えー、っとこれから指針衛生編を今作ってるとか作るとかいう話がありますけど。 いや、じゃ、あまだこれも続いてるってこと。これもだから、その公式認定されて、公式で、まあ、お金が出て。すごい。面白いよね。日本では、これは見られないのかね。日本ではなかなか。コンテンツに。なんとか、みんな頑張ってみてください。あ、いや、あの、ユーチューブとかにもあります。英語に、幕版が。結構上がって。じゃ、探して。何が公式なので。あの。 えー、英語字幕のあるやつは結構アニメーションを選べると思いますなるほどさらにこんなのもある、はい、アニメーションそうですねこれはあの、えー、テンセント版のドラマと、まあ、同時期ぐらいにやっててまあちょっと早くアニメーション版の方が<ー>えっと始まったんですけど2022年の秋かな11月から12月かそのぐらいから始まってえー、っと これもえー、っと冒頭で冒頭であれの話パ、えー、ナマ運河のね古装作戦の話をはい、はい、えっとアバンタイトル的にやって、はい、あとはもうロジーの、はい、え免疫者になる話から始まって、はいうん、後半なんか全然違う展開になるいさっきのあのー、球場宣伝に出てきたような話とこう混ざって、はい、あの、マクロ 宇宙ステーションで、なんか、マクロ原子の、実験とかをやってると。なんか、すごい、災害が起きてみたいな。マクロ原子って、球状線で読んでる人、何のことか。でかいんですよ。はい。あの、原子。でかい原子。でかい原子がある。でかい原子。そんなことってあります。ちょっと。まあ、だから、陸った兵器とかが、開発されているっていう。ああ、そでかい原子って そうです。それで機密兵器がいろいろ作られるんですよ。なるほど。それはそうですよね。でかいし。どこにあったんですかどこにもビリビリ。いやいや、こうあるんだけど、見えない。見えないのか、なるほど。それあることをすると、見えるようにな発見できるようになる。そのマクロ原子を集めて武器を作るっていう。出てくるんですけど、そのマクロ原子が成立してる物理法則で考えると、 えー、なんかそのマクロレベルで何、うん、ていうか確定性原理じゃないですけど存在が確率的な存在になるっていうのがマクロ原子にマクロレベルに拡張されるみたいな話があってあ<ー>まあそれを使った秘密作戦っていうのを、はい、そのオリジナル版の「あの国家心理」では面壁者の一人が考えるんですけどそれはどうあ<ー> ド話とし、ね <laughs> ね、ては、まあ、めちゃくちゃ面白いんです,よにんですけどちょっと「ウォールベイ・ブレイカー」が見破って「あなるほど」<laughs> これですねとかって言うがめっちゃかっこよくて <laughs>、うん、中国人の読者はみんなそこが好きなんだけど<ー>まあちょっとほかと。 つつながわないっていうか、その救助戦で読んでないと分かんないみたいなところなので、ちょっと別の計画に変えられてしまってっていう話です。アニメーションはこれ、本国ではんでるそれのが結構生かされてるのがこの3体のアニメーションのなるほどねこれ、多分第2シーズンももうやってるんじゃないですか。ああ、そうですか。あそうなんですね。なるほど。僕もこれ、途中までしか見てなくて、ものすごいこう。 こローシーとかもあダーシーがこの銃を持ってる人がダーシーで真ん中にいるのがルーシーでブレイディアスとかデブク・タイラーとか免疫者がいますねでこれってあの生コマーシャルじゃないけどこのこのダーシー が引いてるチームがあって、そのチームの人たちがあのコマーシャルに借り出されて、あの番組の途中に宣伝する、そういの、なんだ？アタックが嫌うトマトみたいな、アニメなんアニメだから、アニメのキャラクターが宣伝もやってるみたいな。登場人物が生コマーシャルみたいなこれでやってるの。面白いな面白い、面白い。あの、あの普通にでも。 なんか原作と全然関係なくものすごいなんか派手なカーチェイスが延々あったりとか、うん。あのー まあそのカーチェイスはあのさっきのマイクラ版にもあって中国人カーチェイス好きなのかなと思ったんですけどめんぺき者が襲われるみたいな場面ですごいカーチェイスを入れてきて、うん、確かにこれにもすごいカーチェイスがあ、ね、なるほどでうん、うん、宇宙シーンとかすごい派手になってて、まあ、結構面白いんですけどキャラクターがとにかくなんか違うとか言って、うん、こんなキャラじゃないとか言ってすごい叩かれて。うん、怒っっちゃった あの悪評すごかった誰も中国人で褒めた人褒める人を聞いたことがない誰に聞いてもあれを見ない方がいいとかなのにセカンドシーズンはもう作られているそそううなかなかねはい僕もでもあんまりこっちのアニメ版は最近フォローしてないはいそして何と言ってもこれですよね30話はいこれこれはもう本当にちゃんと作ったすごい。 ものすごい原作リスペクトしすぎだろうっていうぐらいを全部使って作ったすごいのはね原作の字の文があるじゃない字の文に書いてることをセリフにしてわざわざ言わせてるここをだってセリフにしないと説明のところこれ活かせないよねみたいなところがどうしてもあるじゃないそれを言わせてるんですねいややばい確かに 説からね、がね映像にして,増えるって逆にと,も、えー、とその文革誌の最初の球団集会の場面以外はもう本当に全部ほとんどセリフはほとんど全部使って、うん、さらに字の文も使ってさらに足りない文はそのオリジナルキャラクターと、まあ、そのムンシンというあの、えー、新聞記者ですね女性新聞記者のうんとそれからその原作ではもうほとんど名前がちらっと出てくるだけの。 えー、男子の部下の十二力って言われるあの超優秀な、はいえー、女の子を使って膨らませて警察ドラマで原作では数の中であまりあの省略されてる捜査パートをすごい増やしてなるほど、ね、さらに何か暗殺者が出てくる場面とかが <laughs> あのすごいアクションが増えてますけど、まあ、そこはどうなろうっていう感じですけど。

いやシーズンかけても全部で3回タイトル変えればいいよあそっかそっかなるほど3対30話で国安心理30話なるほどなるほどタイトル変えちゃえばなるほどだと思うんですけど法律を改革ってすごいな頑張ってほしいそんな実写版についてですねウさんからのお便りウさんはいありがとうございました本当に。 原作ネットフリックス版の絶賛ばかりだと思うのであえて見ている人が少ないであろう中国版を激推しさせてください中国版ドラマですねまずいいところは魅力的なキャラクターたち、えー、本作は科学者ワンミャオとがさつな警察官ーシーちゃんという正反対な二人の笑えて泣ける熱い友情が濃厚に描かれておりさらに原作の不満点である女性キャラの個性の弱さも解消しています えー、例えば、えー、原作では影の薄い C の部下の、えー、シュービンビンにも「うん、十人力」という異名が付きその名に恥じぬ大活躍 C との掛け合いもユーモアにあふれて操作、えー、者としても楽しめます、えー、またワンミャオの息子のドードーも女の子に改変 ワンミャオの、えー、研究再開の決心や、三体問題の解決策をひらめくきっかけを作り。親子の和やかな、やり取りのおかげで、<laughs> 主人公の、人間的魅力を増すことにも成功しています。こうね、堂々の子守りを、ははする、えー。ダーシーが、堂々の子守りをする。ははあの、えー、ワンミャオがゲ、ゲーム、ゲームを、もっと進めてくれ。いや、でも、保育園に迎えに行かない、娘を迎えに行かないといけないから。はは じゃ俺が迎えにいってくるよって、急にこの。あの迎えに行って。な。もう何でも好きなもの食えとか言って。禁止されてる。あ、甘いものとか。あの、脂っこいものとかどんどん食べさせ。るでも、タバコを吸ってると、その娘に怒られるとか、そういう。この棒のするエピソード。が胆汁は制限で、ね。あの時間ないのに、ちゃんとそういうこと入れてくる。胆汁はだから、まあ、ああいうのは。十分、あの余裕あるね。 15話ぐらいでスプールとちょっとぐらいだもんなでき,できるか,できるか確かに、うんはい、それから、えー、と映像表現も素晴らしく凝ったアングルや照明ハリウッドに見劣りしない CG 高板基地の秀逸なセットや初めてアンテナが起動した時のまがまがしい演出ケレンたっぷりで飽きません文革の表現等不満もありますが最大の短所はたったの30話しかないスローテンポではありますが作りな手 作りが丁寧なため見始めると特に気にはなりません後半の泣かせる展開は本作しかないものも多いです3体の入門にも自信を持ってお勧めできる名作です 撮ったの35しかない、うん、高岩基地のセットは本当にすごいですねよくあんなの作ったなっていうぐらいちゃんと再現しててはい、はい、まあちゃんと再現してるかどうかわかんな、はい。元 <laughs> が、ねはい、ないからよくな、ね、いけどまあすごいこう何回も使われますしあとあの、はい、逆にあの現代パートでえー、っとそのあの捜査取り締りダーシー側の 捜査側の基地みたいある日本での刑事ドラマでいうと必ず警視庁をするみたいなところがもともとあった自然史博物館みたいなそうですところを摂取して基地にしてるっていう感じでそこもすごい面白いです。 ま口チャット欄で両方見終わってから今日の放送見たかった樋口同感です俺は一体何をしていたんだろう樋口それからシューの連れ合いさんです奥はいお連れ合いからいただきました本作良かったのは冒頭の文化革命のシーンで中国人向け SNS でもそこを褒める人をよく見かけます 中国では映像版3体しかり、えー、映画のことかな、うん、審査の結果公開することができない場合があり、えー、特定の表現にはリスクがあるためそれをちゃんと描けたのはアメリカ制作の美点と感じました、うん、ただ、えー、人気ドラマは何十話もあるのが当たり前な中国人からすると <laughs> その後は何もかもがさっさと進んでしまい原作でワクワクした点も薄味に感じ期待値が高かった分残念でした、うん、何より一番文化の違いを感じたのはラスト はい、原作では、えー、公害、有害なバットの大群の中で、ダーシーが虫けらは一度も負けたことがないんだと演説し、うん、主人公たちは敬意を表する乾杯として酒を平原に注ぐ,の注ぐのですが、本作はただのセミのところに行ったので、<laughs> えー、セミをつまめに乾杯するのかと思いました、<laughs> 特にルカしてすぐの柔らかいセミが揚げると美味しいんですよね。<laughs> そそそうううななんんだ。だ。あ、炭はすごい中国の人はよく食べる浮かしてすぐの柔らかいセミ。やばい。あの普通の大人になったセミの場合はなんかマッチであそこのこの羽の付け根のところを炙ってこうって食べると美味しいらしいです。 メスは美味しいらしい。結構エビエビエビみたいな。エビみたいエビみたいな。ああ。セミは本当に美味しいって今。マジですごい。出て食べる。ままままさまさかのグルメ情報が。立てのセミを食うってなんかソフトしてるっぽいあ確かにね。そういう感じだと。確かに。十十何年も地底で暮らしてきて出てきたらおつまみ。 でも、この今、しゅうさんとのつりあい、あんは、冒頭のところが、その中国人にも評判が良かったって言ってますけど。あの、逆の人も多くて、あの、要するに、あの。なんか、中国、中国の恥を。半々、中半半、言われてるらしい。ですか、アメリカが悪意を持って、その、中国の、そういう、暗部を。晒している、とか、許せん。で、さらに、もう。 作者の劉慈金も反愛国だっていう <laughs> <laughs> あので愛国系の中国ネト民の一部がまあそれで怒ってるって人もいる、えーえー。どこの国にもいるんです、ねうん。そうそう,そう,そう。文革はなかった派みたいな <laughs>、まあ。なかったとは言わないけど。けど <laughs> あそこまでこう度的にあんなことしなくてもいいじゃないかい。なるほな、ね。 原作でもそうだったの。ああ、なんだこの劉慈金ってやつは。なるほど。今更今更今更そうやって思う人もいて、だからそうすごいやっぱり中国の中でもすごい温かさがやっぱりあるなるほどね。うちの国ではできなかったのがまあアメリカでちゃんと書いてよかったねって思う人もいれば、あのまあ両方ですね。なるほど。なるほどね。それじゃ。 セミのセミが美味しいって言ってこに持ってかれてしまったけど <laughs> そういうこともあった。最後セミあそこのシーンでなんでセミとは思うけどね、はい、のために行ったとは思わない。確かに、ねかね、イナゴの方がねあのな,なんて言うの

地球人をみんな連れて行かれて養殖されて、<ー>お美味しい、美味しい,味しいねなんつっつて。<laughs> ある程度育ってってから食べられるな。なるほど。<ー>ええー、とわれとぞみたいですね。えー、えー、そういう人類各地家畜テーマの。のえー、なるほど。書いてますけど。なるほどね。はい。もう一丁行ってみましょう。ね、はい。いつでも虫けらさんです。はい。大森さんがゲストということで、いつにも増して楽しみにしています。はい えー、ネットフリックス版は初めて3体に触れる人に親切な美味しいとこ取りプラス斬新な構成で一気に見ました何より冒頭から「えー、テンセント版ではうるせえ当局の、えー、規制をくぐり抜けるために多分描,描けなかった文革での、えー、イエ・ウェンジェの父親の生産な死が容赦なく描写されているのでインパクトはありますが「テンセント版の原作の世界をじっくり実写で見せてくれた高揚感 江岸基地時代、イエウェンジ,エェ,ンジェの半生を丁寧に描いたゆえの彼女の人類への深い深い絶望と人々とのささやかな交流の中で築きかけた人間への慈しみが混濁した狂気の説得力、天才科学者たちが絶望に飲まれそうになるたびに、姿勢の、えー、人代表、我らのしーちゃん、兄貴が見せてくれる生き物としての底力などはどうしても物足りなかった気がします。うん でも8はならではのスピード感で十分うまくまとまっていたのでシーズン2も楽しみです、えー、ホークさんは絶対中国版の方が好みだと <laughs> 見てください <laughs> 見ますよ見る見る <laughs> 見るしかないねえそうですかそうなんですね,ねあのベンセント版ではあのー、えっ、ー、とイエベンジの若い頃を、うん、えっとワン,ワンズーウェンっていうあの、まあ、もう30過ぎぐらいの女優らしいんですけどなんかもう ドラマで見るともう10代に、はい、1718にしか見えないみたいなすごいこう少女的な感じですごいこうあのええー、コパートがいいんですよ。黄金色の一冊っても素晴らしいっていうのもあってまあすごいセリフは少ないんですけど、うん、あの大変よくなるほど描かれていて、うん、まあこれはだからだいぶ感じが違いますね。なるほど、うん、よいよ じゃあホクさんも頑張って天線と版を見て感想会しよう見るキャラ見るキャラまあ30話ですからね30話ねねそうしよう見ようみよう一話1時間ぐらいですか4040分45分ぐらいですかねもう見やすさずっと見ちゃうんですよねもうみようみようはいはいそして中国 SF っていうまあ割と未知の世界だったんですけど。 いやそう去年ね、うん、ワールドコンが開かれたてすごいザハーンじゃないですかそうですねザハーンまさかまさか NHK といえばザハーン。

この向かい湖の挟んだ向かい側にはその水滴のモニュメントとかあ、ね、あーすごい水滴のモニュメントいいそれはそれはすごいな。すごいそれ水滴あの鏡面の水滴を本当に作って、えー、あの 10m ぐらい離れるところでもちゃんと顔が映るみたいな、ねえーえー、銀銀のすごいかっこいい、えー、モニュメントができてて。 そこをみんな普通の家族連れとかが来てる。すごいですよね、SF 多分化構想って。やっぱこのただ広い土地と金があれば。18億ドル。18億ドル。18億ドルっていくら ?2500 億円今 ?2000 億円。 2千億円以上、2500億円ぐらいだよね。へえ。やっぱだけど。SF もう程度20か。まあだけどこんなものを千田や駅前に作ろうと思ったのはやっぱバカだよ。うん。とちがないんでくださいこの。いやこれ本当すごいよね。すごい。これを作つねこれは違うやつだけどね。でもサイズ感として似ているのももっともっとでかいじゃないでかいか。分かんないけど。いやすごい。 これに入ってるホールが<国>え3000人収容ぐらいのホールの<あ>中に入ってす、ね。すごいその名前がヒューゴーホールっていう名前に付け, <laughs> <は>けたんでアメリカ人の反感を買って、うん、<laughs> 勝手に名前使うなとか言って怒られてる。まあ、はい、あのこれがその世界 SF 大会がこけら落としで初めて。ままあああそれにあわ、まあ これの完成が若干遅れたんで、うん、えっと8月末か9月頭の会社だったのが10月後半まで伸びたんですけど別に2か月ぐらいしか伸びなかったのかっていう感 <laughs> <laughs> すごいま <laughs> す,すね。でそんな中国であそのコケラ落としで世界 SF 大会が行われましたと、はい、そのトピックはい。 そうですねこれはセルゲイ・ルキアネンコというそのナイトウッチの原作者のまあロシアの作家やセフ作家がゲスト、はい、あの世界でセフ大会ってそのメインゲストがまあ2人とか3人ぐらいしかいなくて、えー、あのその人たち以外はもうみんな平等の参加者っていう扱いが本来の人だ、ねはいえー、と思うの今回はその流通信とそれからえっとカナダのロバート・ジェイ・ソーヤっていう、まあ、日本でもまあ一時すごい人気になってるんですそれとロシアからセルゲイ・ルキアネンコっていう3人がゲストで。 選ばれたんですけど、えー、まあその彼はその、えー、ウクライナ戦争を支持している<ー>体制派だっていうかプーチン親プーチンだというのであ<ー>まあすごいこう西側から叩かれて、えー、そんなやつがゲストで、うん、開かれる世界政府大会に俺は行かないとかいう人が続うう、うん、出したり、まあ、ヒューゴー賞の見栄とも時代するとか、まあ、いろんなそのボイコット運動がこう盛り上がって。うん、なるほどねで結局 別にその人がゲストで亡くなりましたというアナウンスがあるわけでもなくでてみるとどこにも名前が書いてないので元からなかったですみたいな定義になっちゃったんですねただねホームページにはずっと名前があるんですそれ消さないでも何も起きないってでも行くといないなぜいないかはよくわからないなぜかなぜか来ていないなるほど大会の会場では一切名前に言及されないっていう いろんなやり方があるんだなるほどねへえで劉通信さん自身もアメリカから球弾中国政府のウイグル政策を支持しているとこれはかわいそうな話でもあるヨーカーが何かでインタビューされた時にあなたはじゃあ中国政府のウイグル中国がウイグルでやってることをどう思いますかみたいな質問をされてそんなんね いろいろ思うこともあってもでとか、ね、そうかひどいとは思いますとかなかなか言えないですと、うんえー、いうので、まあ、そこで言った答えが、まあ、どちらかといえばその、えー、その反対しなかったということで糾弾、うんえー、されて糾弾されてっていうか,、えっと、なんか上院議員がなんかネットそ,んなそんな作者の作品をネットフリックスで。うん 映像化するとは何たることだとかいう抗議書をネットフリックスにアメリカの上限に何人かが送るっていう事件で、えー、まあ結構大変だなっていうなるほどねでもそんなワールドポン SF 大会には参加者が8万人東京ドームに入りきらないですねこれ1週間ぐらい,ら、うん、いはい。全世界から全日合わせて延べ人数い。全世界1300人を顎足つきで招待、はい そうですね6泊分のホテル代と、えー、飛行機代を出した日本から30人以上招待参加誰が行ったんですかで僕も行きました<ー>だからえっ、ー、となんだっけ会場の近くのホテルで、えー、泊まってる分には、はい、あの食事も全部そこのすごい食べられる、うん、なるほどこれでもね y さんの YOU 事件の泊まってるホテルマシェラトンに泊まったんですけども、ね 超限界体制のっていうので一体、えー、<laughs> そのリュウさんが泊まってる間中は政府大会ワールドコンのオフィシャルな,、えー、なんかバス以外は全ての乗り物がシャップアウトされてタクシーもつけられないからみんなそこに泊まってる人はわざわざこで行って,行って行乗らないといけないみたいなことで,、えー、で,でリュウさんはなんかその大会の車なんかそのリムジンかなんかが。 でその前後護衛がついつくみたいなでいつもそのなんか SP みたいな人が変なことがえてるようなことになってましたけどね本人は全だって気さくでたま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 そこのホテルの下でまったり会ったんで「<laughs> おーおーとか言って「あのどうも」とか言って話をしてたらなんか。 急にそのファンとか <laughs> あ<ー> <laughs> 寄ってきて大変なことになりそうだったのがまさほど SP が停止してから。まあ2800万ってますからね。いなもうすっかり重要人物と、うんはい。昔ねなんかあのまだそんなに売れる前に日本にいたときに。 一緒に全然普通にただのオタクのおっ、えー、ちゃんお兄ちゃん、えー、いやあの時はもう,もうでも売れてたあの時は中国ではやっぱり同じようなものだったりでも日本で2019年んだっけに来た時はえー、っとだから日本に来るとなんかホッとするみたいなホッとするっていうかその普通にどこでもおかけがいないからみたいなことは言ってましたよね、えー、はいでもう一個その SF 大会で 中国政府に忖度してなのか9号将候補から一部作品を勝手に除外したと、えー、今年になって大炎上まだもめてるはあそうですねこれはなんか最新の、ね、最新の秘蔵9号証がなんかかつてないほどバズった時に何か,か全然知らなかったような人まで普通,普通の新聞にまで記事に出,出ちゃって大騒ぎみたいな、ねうん、なるほどね、うん、そういう。 話が好きななんだなっていう感じでしたけどまあ,まあこれはそのこれもねなぜ誰がどう忖度したのかなのか本当にあの上の上層部の医師が働いたのかってよくわからないんですけどまあ明らかにちょっとこれが受賞するとまずそうとかちょっとなんか。 怒る人がいるかもみたいなやつがドバイされたって。なるほどなるほど。まあやっぱいろいろ忖度が働くんだろうな。実際は多分それが受賞したとしても特に問題はなかったし、ね<ー>まあ、受票しない確率の方が高かったやつがありますけど、それこそあのね、なんか前もっていくつかその候補から外すという、特に理由もなく、これはちょっと不適格とか言って、何作か外されたという、なるほど特にまあその有力だった一作が。 されたっっていうのはでもほら中国,中国だと映画なんかだと「お化けが出てくる洋画は公開できまへん」みたいな検閲が入るって言いますでしょ「ゴーストバスターズ」だって公開できなかったっちゅうの話を聞いたことありますけど、うん、SF においてはそういう縛りっていうのはないんですかねいや国内でもちろんその出版するとなれば、えー あのもちろんそういうのがあるし実際その翻訳出版ができないっていう作品が日本の SF にも、ええええ、英語圏の SF にも中国にで出せないっていうのはたくさんあるんですけどこれはその、うんえー、世界 SF 大会っていうのはそういうその国の地上とは独立して運営されるべきなので逆にもしそれがあの国の地上でその、えー、候補 する投票、ノミネート投票が認められないのであれば、そういう国では開催するべきではないのではみたいな話にもなって、はいね、その原理原則論と集合賞運営のあり方とかですね、まあこれってみんなファンが運営しているので、えーっと、ファンが投票して、セ<ー>、えー、フ大会参加者が投票して、うんえー、候補も決めるっていう。うん、あの 前年の大会参加者ですけどね前年の人たちがノミネーションを決めて、うん、まあそれでその大会参加者が、えー、投票で決めるっていう、えー、システムになっていてで独立した機関が運営しているものなので,でだからその運営のあり方が正しいのかとか勝手にその除外するっていうことがうん、うん、一体どういうルールに基づいてるんだとかいう突き上げがあってで結構そのけん責処分とか下されて運営してる人が結構その。 有名なその実行委員会、いや、あのエスファンの世界ではすごい有名な人が、まあ、その辞任すると。さまざまな騒動になってますけど。<は>なるほど。なるほどね。はい、これ中国が悪かったのか、どうなのか、よくわからない。わからない。でも、実際にその。はい。まあ、顔色を伺った、誰かが、顔色を伺って、こうなったっていうのは。そういうことなんですよね。うん、きっとね。はい。でも、そんな中国 SF はい。はい。上げていただきましたよ。 おすすめ中国 SF これは翻訳が出てるものってことですね。<れ>そうですね。えー、はい。阿拉ジオそんなにだからやっぱりあの結長編のえっ、ー、と SF らしい SF はまあそこまでまだ僕の日本訳されてないので、えー、はい。まだこれからいろいろ出てくるんですけど。はい、なんか出そうなやつとかあるんですか？そうですね。えっ、ー、と今度ジョンなんだっけジョンジンボー あのまあ、スペースオペラっぽいやつが、うん、早川から、えー、もうすぐ、えー、出るし、うん、まあそれ以外にもいくつかあの早川勝負以外のところでも結構対策がで翻訳予定されてるものはありますけどうん、うん、なんかその竜士欣竜仁運特に割とその今期の日本 SF っていうか、まあ、小松作用的な、ねはい、ものっていうことで。うん あのまあなんだろうな SF の, S F のそ割と若い SF っていう感じじゃないですか若い SF ってこれ伝わるかどうか分かんないんだけどあの普通にそのひね,ねこびたねサイバーパンクとかではなくて割とストレートに科学,科学でなんとかするみたいな SF だったりするんで。 いやそれはでもね、リュウジキンがそういう作風中国 SF が盛り上がって、そういうのがっていうことではない。うん、なんかそれに追随して、似たような作風で書く人がいっぱい出てきてるかっていうと、そういう感じではないのでん、えー、例えば、この陳中藩の、えーと「アラジオ」っていうのは、中国のサイバーパンクと言われてる、ちょっとノワールっぽい作風で、うん、まあサイバーパンク以後の SF っていう感じだし。うん あのー、まあ他の作品も、まあ、これ「えっ、ー、と移動免許とか時の木座橋」っていうのがほ、はいえー、他のみんなアンソロジーですけどそういう短編を読んでもなんかあんまりその劉さんみたいな、うんえー、作品はないですねあそこまでの大スケールのやっぱり大風呂指揮官の中で、うん、そうねだからあのー、例えば ジェームピ P ・ホーガン年を継ぐものが翻訳されてすごいヒットした時に、はい、じゃあ,あの英語の SF はみんなこういうやつなのかっていうすごいっていうけど全然そうじゃなかった、はい、その、えー、ホーガンの作風っていうのも当時としてはすごいこう異色であんなにこう科学う科学者が主人公で、うんえー、っていう作品はあんまりなかったんですけど日本ですごいまあ 売れたんだけど、うん、ええー、そういうものを持っていくらでもあるかというと、そうではない,い。うん、なるほどな。まあ、今、英語圏だとまあ、アンディウィアーとかは割と、ああい、はい、まあ、そうです、ね。ですけど、うん、まあ、それでも、ちょっと、いわゆる、その。サイエンティストがかっていうよりも、実写主人公みたいな感じなので、うん、結構、ね。うん、宇宙ものだけどもっとリアルよりみたいな感じ、うん、いいですかね。なるほど。 もう S <S 普通に考えてこのバオシューさんの時間の王っていうのが結構オタク成分が強くてえー、っと1万本のバラだっけな、えー、あの彼女に告白するためのにバラを送りたいんだけどすごいモテない男の子がね <laughs>、えー、でももうお金がないから、はい、未来の自分に何かバラを <laughs> 到達してもらおうっていう。タイムトラベルもの。あ、すごいですね。タイムトラベルの方がバラ。バラより。金かかると思うんだけど。そこがあのラパティ。菅原のユリウマ。あの美佐の楽園みたいな。それあの一本育てて、ちょっとずつ分けてったら、今。に増えとかそういうことではないですね。ええ、あ、そんな、でも、それは、なんか。ロマチック。なんか、そうロマチックの話ですね。オタク。っぽい話をいっぱい書いて。きて。え。 うん、結構ねもう作品によっては日本人が描いたって言っても全然違和感ないみたいな、うん、結構同じようなあの、うん、文化まあその「サンタエクス」も割とそういうところがあって、うん、あの作中でえー、っと谷川流の「谷川流」 あの鈴宮春日のエエンドレスエイトの悪口を言うるいい毎う楽しむ夢だったのに「一緒じゃん」とか言ってこうエンドレスエイトに怒るシーンが出てきますけどそれがその3体の中に3体の宇宙の中に組み,組み込まれてる。 含まれててるっいう流暙金の話になっちゃってるんだけどそういうのを書いてるのですごい文化的には本当に同質な感じの同じオタク文化ネット文化の人若いですからまだ30代かなだからそういう中国系シだからって言ってんか全然違うっていうのはそんなになくて結構女性作家とかでも結構今の。 最近の日本の30代女性が描いてるようなあの文芸誌に載ってるような作品を描いてる人もいるし、うん、ちょっとじゃあ中国 SF ね読んでいきたいというこれでありつつの質問が来てます、はい、思い出の SF おじさん50代さんから、はい、どうしてもこの機会に伺いたいはい。 つまり中国初の SF 小説がこれほど受け入れられて中国よりに歴史のある日本 SF 小説と同じことが起きなかったのでしょうか古くは小松左京、星新一、筒井康隆、山田正樹、半村亮近くは、えー、マルドゥクスクランブルの産方等、えー、ハーモニーの伊藤計画炎上等でも小川椰水でも、えー、鳥島伝法でも流通信に見劣りしない SF 小説の伝統が日本 SF にはあったと思うんですがなぜ9号賞長編小説部門の初受賞者が日本 で、えー、ではなかかったのでしょうか、えー、大学1年生の娘と「デューン砂の惑星パート2」を一緒に見たところ宗教を使った植民地主義とかあまりに欧米的で受け付けないと言っていて衝撃を受けたんですが日本 SF いなくて、えー、流通信にあったのは何かご教示くださいというです、ね、これは簡単で権隆<い>がいなかったと。権英訳まあ はじめとしてそのいろんな中国 SF 同時代の中国 SF を翻訳した、えー、ケンリュウという人がいるんですけど、はい、まあその人はあの作家としてすでにあの翻訳者としてデビューする前に SF 作家として上野動物園とか、うん、あのすでに、まあ、ヒューゴーショーとかいろんなも取ってて、はい、有名な人があの自分の同時代の作品を えー、中国 SF を英語に翻訳したっていうことがあって、うんえー、でその彼が初めて長編で翻訳したのが体だったんですねなるほどその天竜効果でまあ読んでもらえたということもあるでしょうし、えー、ただまあもちろん日本で日本 SF がそういうふうにならなかった例えば、えー、のはまあ うんめり合わせが悪かった時ですね。あれ、うん、ば問題とか、ね、<う>ありますからね。ええー、実際翻訳されてるんですよ。あのただ、はい、日本人ぼもジャパンシンクスというタイトルで、うん、ええー、1974年だか5年だかええー、割と早く翻訳されてるんですけどただまあそれが結構アブリッジ版だったりああ短縮されてる70年代はやっぱりその翻訳されたエンターテイメントを 読むという習慣がアメリカ人の間になかったので、で全然そのもうほとんど売れないっていう感じだったんですね。でやっぱりちょっと早すぎたということもあります。で例えばそのハーモニーにしても、えっとあるいは取締電報にしても、エン等にしても、えっと翻訳はされてるんですね。あの日本政府のがはるかにたくさん翻訳されていて、ハイカソルっていうサンフランシスコのまあレーベルが、あのビズコミュニケーションズっていう小学校あビズコミュニケーションズあそこのえっとインプラントで アインプリントで、あの、うん、アイカソルっていうのを作って、そのビズの中の日本 SF 翻訳専門レーベルみたいな。あるんですねあ。あったんですよ。えー、もうあのこの間数年前に休止したんですけど、うん、10年ぐらいの間に50冊ぐらいの日本 SF の結構新しいもの、まあメッセリューとかももうありますけど、現代ものを中心にしてすごいたくさん翻訳されて。 で一部では読まれたんですけどやっぱりなんかその中でそのうちの一つが「の All You n あ e d i あ k i l あでハリウッドへの売り込みが功を奏して映画になその映画になってトム・クルーズのところに買ってもらってだからトム・クルーズのところはえっと。 戦闘要請雪風」って映画化するプロジェクトまトム・クルーズは多分「雪風」の映画版読んでるんですけどだから何か深い注意を自分でやりたいと思ってトム・クルーズは思ったんですよね。本人のイメージと周りからトムのイメージが全然違う結局でも「トップガン2」でいいじゃんっていう話になってマーベリックになったんだと思うけど。 えっとまあ、そういうふうにその日本の SF もすごくこうあのプロモーションもされたし、うん、えっと翻訳もされたんだけどブレイクするには至らなくてでも普通なんですねだから3体みたいなもの、まあね、中国でも別にその他のもそれに続いてるかっていうとほかにいろいろ翻訳されてもあの追いついていないので、うん、やっぱり3体みたいなそう、ね、むしろ むしろ、それそそ中国、中国系アメリカ人の作家とかの方が注目されたりします、ね。あ<ー>、確かに、確かに。え、うん、っと、ちゃンとか、乾隆とか、はあれですけど。あの、中国人、中国系政府の翻訳が売れるかっていうと。反対、シリーズ以外は。うん、そんなに、でもないとう。そう,いうことです、だから、まあ、と、結構、だから、そのレアケースだったっこと、ね。だ<と>そうなんですよ。はいうん、とりあえず、皆さんで、トムクルーズに。 おすすめの SF コーセットを送りつければいいってことね <laughs> そう、トム・クルーズはね、うん、そういうのが好きなんで、うん、トム・クルーズは苦労答えてくさいまあでもね、マイノリティ・リポーツとか好きなわけだからまあ確かに、うん、そう、結構ね、あの、はい、本人は割とそういうディックとか、うん、そのガンマシチョウゲとか <laughs> そういう、はい、なかなかいい趣味なんじゃないかと思うす、ね、そういうことですね よしじゃあみんなトム・クルーズにお便りを送るということでございました。翻訳するいうとねなんか僕多分何回も昔はんだんですよね。オムニっていう出し昔あれが活通やってたかの「銀の木」の話が載ったりしたのねありましたよね。あれはデイナリー・ルイスが翻訳した。あれはもうものすごいあれの翻訳よく訳したなと思うんですけど。いやあれはねもうすごいリスメリルの頃まで遡る翻訳プロジェクト。 もう千九七十年代ぐらいから日本 SF のアンソロジー出したいそういう話があります。あれでえっと若い頃のデイナリイスが翻訳したやつがあの頃オムニに乗ったんですね。いくつか出てましたけど、だから短編ではその収録紙乗ったのいくつかあるし、えっと今の現代の作家でもその短編のが向こうの SF 雑誌に翻訳され で紹介されてるっていうのは、はいはい、今も結構ありますけど。ね、最近あの亀井さんっていう、あのーえー。英語圏で。多分日系の人だと思うんですけど、うん、その日本政府を、うん、あの。英語に翻訳している人がいるんですけど。だから、一部その注目はされるんだけど、うん、なかなかその賞の候補になるとか、受賞、はい、するとかっていうところには。いか、うん、ない、ね。うん、なるほど。えー、まあ、でも、その、なんだっけ。融合書以外の賞ではいくつか。 まあ、例えばまあ伊藤計画のハーモニーも、えー、とフィリップ・ケイディック賞の特別賞を取ったりとか、はいはい、そういういくつか賞に引っかかってるのはあるんですけどやっぱりその団体みたいにそのねイリオンセラー普はありえないことなのでなかなか難しいで、うん、そういう1回しか起きてないことについてなかなか科学にはなれない。 得意、ね、な作品だったかというところで、ねはい、ございまして、はいまあ、とにかく私は、えー、残ってるやつは全部 <laughs> あと点線と点線と三十話はいテンセット30話大変だ大変多分ねご覧の皆さんもちょっとあのもう一回あのまだ終わってない方は全部見ていただいてから今日の特集見返していただくとなか発見がまたあ,るあの今日全く話をしなかったんですけどこれがね <laughs> このダールグレンのことはぜひ見直していただくともう一度、このジャケットを気にしながら見直していただくこれね X でクイズじゃないんですけどネットフリックス版の単体でリレーに見かけた人はリプライしてくださいって言ったけど一向にリプライに抑えられ 意外な人が読んでいるダールグレンこれダールグレンってもうのス伝説的な SF なのでまあ誰も読んでない有名なね誰も読んでないんですかいやいやそ読みました今翻訳ありますからあとまあこれ買った時に最初と最後だけ読むってね最初と最後に翻訳したからね読むということでございまして 今日は最後にこれをやろうというおまけコーナーではないんですよ。おまけ的なね。これ。お前ら虫じゃ。お前ら虫じゃ。これ名シーンですね。名シーン。ガン。なんじゃら虫けら。ややっぱみたいな。うん。これ人間虫けらコス S.F. の本開ということで人間虫けら S.F. ちょっと選んでもらいました。よ。はい。なんだべ。ははは。これはね。うん。 まあこれだってあのどっちも地きが生死する日ではね結局そのまあ虫けらぐらいなんですよ経験がね,ね最終的にはだからまあおとなしくしとけっていう話だしそうですね宇宙戦争はまだだって完全に虫けらのつもりねしまったら収穫されてな虫けらよりららちっちゃいやつにちょっとやられてしまったね まあ特にねリメイク版のねリメイク虫けらっぷりがそうもしだってねポイポイ拾って顔に入れちゃうんならそうですよそれで何か変な赤い木の養分にするそうですそれからこれですねあの本当人間虫けらどころではなくて何もわからないというねそうはいですか これストーカーじゃん。ストーカーの写真じゃないですかこれね。これストーカーの写真ですね。はい。まあでも何しろファンタスティックプラネットですよ。ねあのこれ本当にペットペット扱い。はい。夢に見ますね。これはね。やっぱりこのねあの SF のね一番いいところってね、俺はずっとあのいかにあのヒューマニズムを踏み踏みにしるところがですね、SF で一番好きなところなんで。 映画でもやっぱりヒューマニズムとかはそんな虫けらのように踏みにじられていそう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 ですよねやっぱじゃあカチクジンアップに最初にしてるストーカーもでもそういう意味ではねえ地域を越えた確かに確かに地畑のピクニックのんかあとは虫けらが見てもなんだか分かんないだから現代のもともとの意味からするとストーカーまさに人類虫けらそうですねはい

サレントグリーンは今度 4K リマスターで上映がされるみたいでだからねちゃんとネタバレしないようにしてるもう一時なんかすごい定期的に月曜ロードショーだからなはいはいはいサイレントグリーンはねポスターの1回なんで1回 トラクターが人間ばって持ち上げてる映画超かっこいいのにあんな感じじゃ全然ないですよねそういうシーンがあるんだけどそういうんじゃないかないミルドフとソイレントグリーンは<れ>なんかし,しょっちゅうやってたって確かにわかりますテレビで見ましたもん、はい、ソイレントグリーンとか赤ちゃんを永遠にとか子供の頃テレビで見てもうダメだ人類はダメだと思う <laughs> 本当に70年代ディストフィア映画は全部好きですけどね昔は平井和正という人がねダメはいだからいは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 いいていしたけど。はい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 こいは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 がはいはソはルバスはい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 ンいにいは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 いい この間やっとそれが続けて見られるバージョンのブルーレイが出ましてああそうですもう大感動んでわざわざビデオまでこうつなげてくれよと思いましたよやっとつながったのでよし買いに行くぞはいそれからこれね ガイドはだってほら高速道路を通すのに邪魔だから地上げもすらしないんだもんねそう地上げでもしないでバイパス通すんで地球はちょっと潰しますみたいなああちゃんと工事の案内出したから一週間前にそう案内役所の地下の便所の壁に貼ってあったでしょって言われて見てないのとか言われるアリノスコロリでやられちゃうみたいなもんですよねアリがね我々はねもうねはい

気が狂うことしかできないそれ以外は何もできないですからね。はあはあ。産地が産地があれね下がっちゃうんですね。はい。だからマトリックスね。はい。まあこれもそうだね電池人間電池人間電電池だと。とりあえず発発熱だけしとけってことでしょう。すごい電池を動かすために電池にすごいバーチャル世界を見せなきゃいけない。矛盾してる気がしますけどね。まあでも。 分分人間発電所ねいろいろありますね。ということですよまだまだこのいろいろあるんですけどねまあね地球の長いことかねあれですよね。あと僕映画でですけどこれまた反則になりますけど地球という惑星の絵を人間という虫けらがはい回っているってちゃんと口で言う映画が。 ありまして、ロッキーホラーショーってですよ。聞いたことあると。エンディングで言いますね。はい、今日の。虫けら、虫けら代表ってことで、ム虫ケラのシャツを着てきました。それなら、見ろ、人はゴミのようだ、人がゴミのようだ。ということで、ずっとやってまいりました。いや、ありがとうございました。長々の問題が。どうも、お話しいただいて。ありがとうございました。だまだ、もう一回ぐらいできる。そうです はいそんなわけで、えー、今日のおまけコーナーはお休みです、はい、来週こそは寝てます、えー、とそれからあー DVD and 動画配信データ発売中というお知らせからの、えー、来週です出た重い

ということでございます。ぜひご覧くださいということでございました。はい、本当に今日三体振り返ってまいりまして、三体だけに三時間やっちまった。そう,そう、三時間やっちゃった。大森 <laughs> さん、はい、あの今後の予定というか、はい、あいやいやしばらくはもうね三体の分光化作業に追われていて。 まあ文庫は一冊目が出てるんですか。そうですね。えっと四月二十三日かなんかに国安森林の文庫が出て、で六月のやっぱ二十日前後に私信衛星の文庫が出ますね。はい。またお読みじゃない方はそちらを。そうです。あのまあ文庫版でまあ結構直してるので、まあこれからも人はできればまあという感じですかね。うん。ぜひね。はい。ぜひと。 あと、あの、えっと、いつものあれですけど、えあ、これ、チャンネル登録、いいね、えぇ、通知をオンにするください。YouTuber です。YouTube のね、はい、そらまりなぜひよろしくお願いします。いや大森さん、また、これだけ紹介した後で、いいねをしてくだつい。ついでにね、ついでにやってくださいしね。

構えてるって言ってましたけどね、一応、シーズン4までの予定らしいですね。そうなんですね。やったら、超楽しみ。シーズン4でここまで行くっていうことで、全体の構成出来上がってるらしいと聞きました。ということで、ございました。では、それでは皆さん、また来週ごめんなさい。ありがとうございました。 Black hole